どれぐらいですか。じゃあ今7人ぐらいここですね、うん、8人。いや今ちょっと増えましたね。まあちょっとまあちょいちょいいつも5分10分経ってから来られたりするんで、うん、なるほど。ただ今弾き語り番組番組ユースケリーム中です、うん、中です、うん、今日はアレンジャーのさっくんと一緒です。どうもおはよう、はい、まあ今日はゲストということでね、はい、まあ、俺が言い出したんですけども、はい、もうじゃんじゃん言っちゃってください。言い出したんですけども、まあ、ありがたいね、お話でこの場をいただきました。まあ、特に何かするわけじゃないんですけど、はい、今日はまあトークメインで、はい、喋るとやばいやつですよね。何喋るかわからない。何喋るかわからないぐらい、うん、まあ、焦るようなことを喋ってほしいなと思ってますけど。そうですね。何を特に何を話しますかね、この機会。そうね、すごいね、行き当たりばったりだもんね。そうですね、何にも考えてないですからね。ぜひご覧くださいと、うん、これでいいかな、ちょいとお待ちを、うん、はい、一応ね、これで、うん、ツイッターの方もね、ツイートしたね、うん、まあ、これを定期的に30分ごとぐらいに言えばいいかな。はい、あ、こんばんは、ありがとう、どうもどうも今日は、アレンジャーのね、さっくんと、はい、一緒にお送りするユースケリームということで、はい、これ、柴田さん、録画してたんですね。録画してたの結構、だいぶ長いこと、渡してもたら、まあいいか。うん、よいしょ。うん、じゃとりあえず、うん、とりあえず、まあ、いつもやってるんで、うん、ユースケリームのテーマだけ歌って、そこから、まあ、グダグダしようかなと。はい、ぜひお願いします。よいしょ。よいしょ。入れそうやった適当に、はい、辛い無茶ぶりですけど、今日もやってきましたこの時間、アロックでパンクでフォークでポップなこの時間、シャイナアンチークショーを聞いてるかい、思い出の愛でこの番組を聞け、 Hey ユースケリーム、 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 ユースケリーム。 早速いい曲ですね。まさかこれを聴けるとは。まさかの生池内ゆうすけ、ゆうすけリームテーマソングですよ。こんばんは、バンバンこう言ってる、ありがとう、こんばんは、ただのおっさんです。いやアレンジャーのね、さっくんでございます。湘南の風にいそうな感じですね。よう言われますね。よう言われるやん。なぜかよく言われます、ね、そうなんですね。はい、いやじゃあまあそんな感じで、ね、池内ゆうすけと、はい、さっくんでございます。はい、さっくんでございます。池内祐介はシンガーソングライター。さっくんは、はい、アレンジャーをやっております。アレンジャーをされております。はい、よくわからない職業です。まあ、アレンジャーって言ったらね、あの、まあ、これはギター一本の歌を例えば肉付けしてね、あれやこれやこう音数を増やしてくれたりとか、まあ、全体の構成をね、考えてくれたりとか、そうですね、そんな感じがアレンジャーですね。はい、はい、というわけで、うん、でね、あの、まあ、僕のね、桜とかの、うん、泣くなはみ出し物とかね、うん、そういう歌をアレンジしてくれたりとかね、はい、しております、はい、あとあのあれですね、あのバンドバージョンの今日も僕は生きる、今日も僕は生きるの、あのピアノのね、うん、部分なりましたね。そう、さっくんがねちょろちょろっとやってくれたんですよ。懐かしいじゃないですか。そう、すごいなと。めっちゃほんま早かったですからね、ちょろちょろっとこうやってくれて、うん、なんだこの早いと思ってね、はい、そんな感じでねやってくれた。どうも、笑うとキモいおっさんです。いやいや、この笑顔には負けます。そんなことない、そんなことない。もう対照的な2人で。そんなことないです。いや、うん、まあまあまあ、それはいいんじゃないですか、まあ、やっぱり。面白い組み合わせかなね。そっちの方がやっぱ違う感じの方がいいですよ。はい、似たような2人よりもね。というわけで、はい、早速ね、楽曲を聴いていきたいので。はい、そうですね。はい。お願いしましょうかね。そう、とりあえず、まあ僕が、うん、あの、歌う合間に喋る、喋る合間に歌うみたいな、うん、まあこう、僕も初めてのね、ユースケリームに、こう、
誰か別の人がいるというのが初めてのことなんで、うんうん、まあ、ゲストをね呼ぶっていうのが、まあ、僕が来てますけど大阪まで、うん、ゲストを呼ぶっていうのがね初めてのことなんで、まあ、どうなるかわからないですけども、うん、いや言い出しといて俺でいいのかなっていうのが、ね、いやいやいや十分楽しいですよ絶対楽しいです。めっちゃ楽しみにしてましたからね、今日は本当に。いや、俺も全然、ね、楽しみですね。どんなことになるやろと思って、はい。僕が歌ってる間、さっくんはどんな顔して聞いてるんだろうみたいな、ね。後でね、あの全部すべてバレますからね。はい、そうですね、はい、アーカイブをね、一応残してあるんでね、うん、生で見れない人はアーカイブを楽しんでもらえたらなと思ってるんですけど。すべての失敗がいかないんで。今日は堪能したでいいです、ね、編集できないですからね、これ多分、ね、カットとかできないですから、はい、悪口言っても登り続ける。そうですそうですそうですなるほど、はい、じゃあ、とりあえず歌いましょうか、うん、はい。すぐに自分を責める癖、見ていて胸が痛くなる。私のせいだ、私が悪い。背負い込むことは解決じゃない。あなただけが悪いなんてこと、そうそうあるものじゃない。自分だけを見つめることじゃ肝心なものが見えないことがある。自分が我慢すりゃいいだけなんて、自分をなんだと思ってるんだ。あなただって大切な人なんだ。痛いときは痛いと言って遅れよう。そうそう思い当たらないけど、悪気はなかったんだと焦っても、あの時あなたは泣いていた。自分を責めるなとあなたを責めた。あなたを追い込んだ。包み込めばよかったのに、優しく抱きしめるだけでよかったのに。時には我慢も必要だけど、自分を殺してまで笑わないで。あなただって大事な人なんだ。悲しい時は悲しいと言って、遅れよ。本当のことをください。本音をください。ちゃんと受け止めるから、本音をください。本当のことをください。本音をください。正面から受け止めるから、本音をください。正面から受け取る。
るから。だいぶ古い歌なんですよね、実は。どれぐらい前？暑いな、なんか暑くなって。暑いでしょ、この中。めっちゃ暑いですね。結構来るな、これ。はい。ちょっと、このね、中ね、はい、見てる人多分分かんないと思うんですけど、だいたい 1.2、3畳ぐらいの。そうですね。小さいスペースなんです。そうなんですよ。ありがとう。仕事しながら聞いてます。ありがとう。そうなんですよ。結構ね、うん、まあ狭いって言ったら、人の分狭いって言ったらあれですけど、すごい。まあでも、2人ね、機材があって、しかもね、男2人おってみたいな。うん、そう。暑苦しいっちゃ暑苦しい。しかも歌うから余計みたいな。うん、完全に締め切ってますからね。これでもうガツガツ弾く曲やったら、もう汗だくでもう、そうですね。そうですね、立ってないけど、やばいみたいな。今日寒かったんで、うん、どうかなと思って。ちょっと厚着してきたんですよね。めっちゃ厚着してきた、ね、結構ね、なんかもう完全冬でもいけるぐらいのね、うん、感じでね、着てきたんですけど。うん、はい、実際やりだすと、すごい厚い。やりだすとね、これはちょっと着てたらやばいと思ってね、脱水症状になるかもしれないと思って。いや、もう、密閉なんでね。一応ね、換気扇もあるんですよ。ああ、今は回してないですよね、これね。回してないですよ。うん、はい、これね。サックンの個人ブースということで、うん、防音ブースですね、うん、防音ブースでユースケリングしてます。というわけでございます。若干こう、はい、なんやろ、2人とも顔が半分切れちゃってるみたいな感じで、ね、そうだね。特に俺の顔がこう真っ二つになってるんで。ね、大丈夫ですかそれ。大丈夫ですか。寄らなくて寄らなくていい。寄りますか。あのね、今度俺が寄っちゃうとね、はい、みんな見たくもない若干サックンの方が近いですよね。若干近いですよ。画面にね。そうなんですよ。いやいや、見たくもないことはない。うん、絶対、あれですよ、さっくん。さっくんのメルマガでも、ユースケームここでやるって言ってたじゃないですか。さっくんのメルマガ読者も多分来てくれてるんちゃうかなと、ね。ああ、そうですかね。うん、多分どんな人やねんって多分思ってると思うんですよ、メルマガ。建前だと思いますけど。いやいやいや、いやいや、絶対思ながら。僕だって、ほんまさっくんに会う前、どんな人やろうってめっちゃ興味ありましたからね。うん、一体どんな顔してるんだろうみたいな。それから生まれが結構長かった、ね。そうですね、確かにね。うん、確かにですね。おタクンタクお邪魔しますって言って、うん、まあ、タクっていうかね、うん、個人ブースというかね、はい、ブースなんですけれども、はい、何でしたっけ、本音っていう歌が、本音っていう歌、これを書いた時の、そう、K って言ったらいいですね、 K ね、あれですね、だいぶ古い歌で、うん、これが、もう4年、5年、6年、6年ぐらい前かもしれない、ね、そんな前ですね、だいぶ前ですね、6年、もっと前かもしれない、6年、7年ぐらいで、うん、当時まあ付き合ってた彼女は、うん、結構ね、まあ、自分のことを責める感じの、ね、人やって、ね、うん、まあ、それで、まあ、それを考えながらすごいディープやね、ディープなまあ今の時間がちょっとどんどん掘り下げていっていいですか、そのディープな、ああまあまあいいですよ、いいですよ、もうそういうの聞かれないとあんまりそのまあ言わない、喋れない喋れないっていうか、うん、だからその意外な質問っていいじゃないですか。うん、まあね。なんかね、絶対こう自分で一人で喋ってる時って、うん、こう出てこなかった話っていうのが出てくると思うんで、なんぼでももうガンガン突っ込んで。ひょっとすると今日は P が効かないんで、ちょっとやばいかもしれないけど。まあでもその辺はね、インディーズの番組の良さだやと思うんで。ローカルで。そうそう、もうなんかもう大崩壊しちゃっていいんじゃないかなと思ってるんですけど、こ、はい、こっちの方が面白いと思って。なるほど。そう、何でしたっけ、うん、そう、ディープね。まあでも本音っていうのがね、やっぱり、うん、2人がね、うん、ちゃん、まあ別れるにしても付き合っていくにしても、うん、こう、一緒にいるっていうことやったり、うん、なんていうか、まあ、人間関係として、うん、本音っていうのが、まあ、深い関係になろうと思ったらね、相手が、大切であれば大切であるほど、やっぱ必要というか大事なことになってくるんじゃないかなと思って、うん、それで作ったの。ね、うん、この本音っていうかね。なるほど。冷房つけますか。つけていいですか。つけれますかこれ冷房。ここにね。いいんですか。リモコンもこうやってあるんですよ。マジですか。いいんですか。こんな小さい部屋です、ね。電気代とかないですか。
大丈夫ですよ。いや、そんなこと気にせず、ガンガン。おっ、あとで請求が何万と来ても、今日はもう、弾け切って帰ってくるから、ね。いやいや、楽しいですね。もう今日はバラードセレクション。今日はそうですね、バラードセレクションで。かなりゆったりのした、はい、ゆったりした曲を大体5曲から6曲で、ね。そうですね。全部アルペジオでやります。全部指でやります。はい、全部かよって感じですけど、うん、まあ、ここがね、大阪の市内。市内ですね。ということで、あんま大きい音出したらいけないってことなんで、うん、まあ、ガシャガシャやったらね。すごいリアルな諸事情ですよ。そう。でも普通はそうなんですよね。よく考えたら。都会とか住んでたら絶対そうなんですよ。うん、てか、都会じゃなくても普通そうなんですよね。まあ、基本はね。うん。うちが、こう、あまりにも、まあ、あまりにも、まあ、結構田舎で音出しても大丈夫やので、うん、それがちょっと若干特殊やっていうことに改めて気づからされましたよね。うん、やっぱり。でもこれ毎週やってるわけですよ。うん、そうですね。それをできるアーティストってなかなかいないと思いますよ。うん、ああ。すごい特殊な環境っていうか、うん、環境的な、毎週ユーストーリーうちで夜からできるんですよっていうのはちょっと聞いたことがない。そっか、なるほど。だから僕としてはなんでやらないんやろうなって思ったんですよ、うん、できないんですよ。そうか、できないですね。物理的に無理っていうか厳しいですね、うん、やっぱり夜やるっていうのが普通にやると。なるほどね、うん、そっか、それでか。そうなんですよ。あ、なるほど。あ、じゃあ僕めっちゃ恵まれたんやってことに今初めて気づきました。完全にもう、なるほどね、普通だったらね、壁にもうパンチ効きますからね、都会は。ゴーンって、うん、壁ドンですね、噂の。そうですね。ちょっと憧れの。蹴りも効きますかね。蹴りも来るんですか、うん。壁キック。っていうぐらい、壁ドン。都会はあの住宅環境ね、うるせえぞっていうあの噂のやつですね、はい。漫画とかでよくある。そう。あれがリアルに来るんですね。もし木造のアパートだったら、もう完全に俺らはね、こうなってるかもしれないけどね。そこまでですか。通報されるんや。うん、もらい昔通報捕まったことないんですけど、あの市役所からですね、はい、紙が届きました。すごい騒音がするっていう。いや、そんなにギター弾いて叩きやねんけどっていう感じだったんだよね。騒音、ギター弾いてて騒音で、うん、お前らも横うるさいやんけっていうふうにずっと思ったんですけど。そっか、周りからね、すぐ苦情飛んでくるんで。マジっすか。それ行きにくいですね。そうっすよ。ミュージシャン昼間ならまだしも、まあ時間でから毎週できるっていうのが。マジっすか。そっか、そうなんやな。すごいすごいだった。あ、そうやったんや。うん、なるほどね。素晴らしい。できないからやってないんや。そうなんですよ。そう。だからみんな結構好きな時間にやりたいと思うんですけどね。はいはい、あと夜やるんだったら、うん、例えばギター一本でやるっていうのもなかなかなくて、はあ、歌だけやっちゃうとか。あ、完全に夜はトークでやるっていう人も多くて、あ、なるほど、ガンガン弾いてる人もいるんですけど、弾けない、まあ少ないといえば少ないですね。基本弾けないんですね、うん、なかなか音的な問題で。そうですね。なるほど、そっか、だからか。そうなんですよ。そうだからな、まあ無料で言ってみた宣伝できるバーじゃないですか、うん、で実は言うと俺、ね、まあ 1,2 年前からずっと、ね、うん、ユースケーリウム見てたんですけど、うん、これ一体どこでやってるんやろうかっていうのがあって。はいはい、気になった。そう。そっかそっか。まあや、豪邸にでも住めるわ。でも、ち見ても結構いい家やなと思ってて。やっぱ家やねん、家やねんなと思ってて。いや。家だよねって思って。そう。家です。そう。完全に。どこやろうと思って。聞いていたらやっぱ田舎でいい環境があるって聞いて、はい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 、そっか思って。なるほどね。でも家族はうるさいですよね。うん、なんか家族はねもう諦めてるって感じ。なるほど。でもなんかこう途中でギター始めて、4年目ぐらいで言われたのが、うん、こう最近あのギターでの音で寝れるようになってきたって言われて。なるほど。そっかと思って。あ、ちょっとまあ最初はなかなかすごいね。っていうかまあなんか最初はもっと下手くそだったら騒音でしかなかったのが、ちょっとまあ上手くなってきたら、うん、まああの聞けるようになってたというか、熟練されてきた。BGM としてこうこの手わかんない。BGM になれたんやと思って、その時に初めて、うん、多分ね俺が基本ねダメっていうのはこういうところなんですよ。こういうのをこうこういうのが出しちゃうんで。なんとも下品な番組テクニックがということでね。ベテラン、おコスモスタランさん、こんばんは。コスモスタランさんって言うのかな。ヤッホー。どうもありがとうございます。強く名前呼んじゃった。名前呼ばないって名指しですよ。名指しで言っちゃった。ちょっと謝りなさい。じゃあ、なんやろな、たぶん。つい呼んでしまった。読み上げちゃった。おちょいちょい来てくれ。ちょいちょい、ね。奈良と大阪でも微妙に関西弁が違います。ああ、そうかもしれないですね。あ、やっぱりそんな感じするんですかね。お、今日は今僕は生きるって言って、
ですね。俺も生きる今日はギターはシールドでパソコンにつないでるのかなってことですけども、今日はね、うん、ギターはつながずにもう上に吊るしたマイク、ね、ここにマイクがある。多分結構いいマイク、いいマイクですよね、これね、はい、スタジオにあるものを持ってきました。さすがですね。今日のためにちょっとじゃおっさん貸してくれへんでも一応俺の持ち物なんですけど、ね、貸してて、はいはい、一時期だけちょっと貸してくれへん、貸してくれへんかなってことで、はいはい、あんたはそういうことであればってことで、へー、お貸してもらったんです。そっか、はい、いいですよねこれ。今日はもう両音拾ってさっきテス実はテストしてたんですね。生まれてましたね。そうテストしてたんですけど全然入らへんなんて、えらい弦をこうめっちゃねじってたけど、そうそうそう、それ見たらバリ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 って言って、そうそうそう、結構実はすごかったね、割と拾ってたみたいな。うん、うん、そうですね。どうしようかね、次行きますか。そうですね、こっちね。今これ時間時計はこれ、あ、これか。そうですね、結構時間か、はい、経ってますね、思ったよりも。あれですね、あの、結構いろいろ長い喋っていくと、そうですね、まあな、ちょっと長引いてもね、うん、言っちゃいですけどね、はい、いや次はどんな曲がやってくるのか。これ、ね、次の曲ね、うん、あのだいぶノリのいい感じでね、はい、こう体揺らしながらこう歌うみたいな感じで、ながら感じでを想像しながらね、書いたけど今日は指弾きなんで、はい、あのしっとりと多分このバージョン、アルペジオバージョンでこの歌をやるっていうのは今日限りかもしれないですね。超レアな感じになると思います。今夜はどうかあなたの
夢見ませんように。けど「こんなあたしはラブがいい」「だけどあなたを好きなばかりに」「頭の中からあなたを話したくないの」「早く諦めた方がいいと」「もう一人の自分常に囁いてくるけど」「今夜だけどうかあなたの夢見れますように」すごいね、メジャー機でパッと上がる曲っていうんですけど、はいはいはい、これすごいホロッとしますよね。これね、結構そういうメジャー機っていうよりね、うん、F メジャー7っていうね、うん、ちょっとハイセンスの響きですね。そうですね、こういう感じの音実は好きでね、うん、なんかね、あんまりこういうタイプの曲って、うん、俺があんま聞いてないだけだと思うんですけどちょいちょいあるんですよね、ちょいちょいね、うん、そうですね、ちょいちょいやるんですよ。いやー、アレンジしたくなりますね。いやー、ほんとだ。もっとこう、もっといけるなんじゃないか。こうね、そうなんですよ、これね。これもいつごろ。これ最近ですよ、2週間前ぐらいにできた、ね。めっちゃ最近だよ。結構ほやほやじゃないですか。そうですね、ほやほやですよ、これは。本当なるほど。すごい新鮮だなと思って。生鮮食品みたいな。あ、できたばっかり。そうですね、結構ね。うん、まあ、これしかも初めてですか、その指でやるっていうのがね。あ、そうなんですか。そう、今が初めてですよ。本当に。なんか、真新しい感じがすごいあって、はい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 、なるほど、ね、なんかこう俺が知ってるやつってやっぱり前からある曲をちょこちょこずっと聴いてるって、新曲をめったりね、そっかそっかそっか、そう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 、新曲できたよって言ってくることってあんまないじゃないですか。ああ、確かに。だからね、こうやって聴くと、なるほどね、これは新しい曲なんだなと思って。なるほどなるほど、うん、そうですね、そうそう、これね、ドンパンドンパンみたいな感じのね、イメージなんですね、あのドンパンドンパンこう、なんていうのかな、こうドッタンドッタン、あ、本当は結構早い、そうそう、結構早いです、多分 BPM200 超えてますから、ね、200超えてる、200超えてる、いや、もうどうだか分からないですけど、すごいっすよ、僕がまあもう多分200超えてるんですよ、多分ね、スラッシュのメタル並み、めっちゃ早いと、スカ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 ってことや、あの多分だからひょっとしたら200超えてるけど本当は 100、うん、100ちょいなんか、100ちょいぐらい半分のよ、その100ちょいなんかもしれないですけど、もうちょっとでも結構早いんですよ、なんか結構変わるもんですね。うん、まあ元の曲をちょっと知らない、なんとも言えないですけど、うん、これあれですよ、あの送らせてもらって、うん、ね、かっこ動くベースと、うん、ブラスを入れてほしいって言ってて、うん、あの曲、これ朝ちょろっと聴いてて、あ、そうですか、そこなんですよ、あ、そうなんですね、そうこれね、めっちゃ雰囲気変わりますね、そうですね、と全然ちゃうと思う、なんとなくポワーってこうやって聴いてたんですよ、ね、これいい曲やなと思って、こうやってちょっとバラードチックに聴くと、うん、また全然変わってるんで、うん、そう、もう全然ね、個人的にはこっち好きですね、あ、そうですか、多分ね、もう一個の方も聴くとまた変わるんでしょうけど、はいはいはい、多分ね、まあそれはね、うん、送った方がまだ全然この洗練されてなさすぎる部分があるっていうか、うん、まあ、ほんまできたらすぐに、こう、まあ、イメージをとりあえずその速さとドラムとね、うんうん、ドラムだけ作って、そこにまあ何て言うかな、うん、もう
ドラムに合わせて歌っただけみたいな感じで、はいはいはい、まあそのなるほど、まあ、バラ、まあ、これバラでもまあありなんですよね、うん、と僕は思ってるんですけどね。じゃあ後でゆっくりとこの曲に関してはね、はい、はい、そうですね、うん、なんか言ってくれてるのは今宵の友は雪見大福の入りでございます。雪見大福、あーいいですね、雪見大福食いながら聞いてくれてね。バラードみたい、これね、これはね、うん、まあ、だから今のこのバージョンのあなたを好きなばかりはすごいレアなね、うん、感じということで。なるほど、それを間近で聞けるんですね。パラッパパー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 ってね、これ僕女子高生がプラス吹いてるイメージなんですよ、うん、なるほど、そう、女子高生にやってほしい。俺ら喋るとちょっとだけやらしいですから、ね、確かにめっちゃニヤニヤしながら女子高生とかね、なんかめっちゃ質問してくれてます。さっくんさんは10代の頃はどんな音楽聴いてたのでしょうか。ああ、10代の頃メタルっ子だったんでね。おやっぱりね、もともとこの仕事をする前はですね、まあ、バンドでずっとやってたんですけども、うん、やっぱり XJAPAN 好きでね、あ、ジャパメタも好きで、あとメタリカもやっぱ王道ですけど、やっぱり洋楽も全部通して割とこう重厚的な曲が多いですかね。ああ、なるほどね、うん。最近はもういろいろ聞きますけど、やっぱり、ね、うん、はいはい、もともとすごいロック好きで、うん、うん、それこそさっき210って BBM 言って、こっち系なんかなって思ってたから、ね、そうかそうかそうか。めちゃヘッドバンキングするような曲なんだなと。まあ、これ、うん、この曲実はまあ、ここだけの話ですけど、うん、ゴールデンボンバーさんのね、うん、ある曲を聞いてインスピレーションを受けて、あ、なるほど、まあ、まあ、この曲聴いて元曲が何かは分からないと思うんですけど、振りもつけますか、振りつけますか、つけれると思いました多分つけたら、こうなんか、うん、バラードバージョン好きですよ、ありがとうございます。有益でスローだと、うん、スローだと泣きますね、これはありがとうございます、うん、ボロボロすごい、ほんま何が映ってないボロボロですよ、ね、いい曲ですね。こういうね、失恋系の歌はね、うん、割と多いですね、僕は。なるほど。失恋ばかり。失恋の数がすごい多いんです。失恋の数が多い。ちょっとあれですね、ブラッシュしてる。そうなんです。失恋の数が多いですね、僕ね。なるほど。曲聴いた後なのに、すごいリアルに染みてくるんですよ。結構ね、その、うん、まあ、自立ソングやったりね、するんでね。ていうか、自立ソングじゃなかったら、リアリティがね、あんまり。ほとんどの楽譜はでも、実体験に基づいて書かれてるのが多いですね。ほぼ 100% そう。ああ、そうなんですね。なるほど。うん、まあ、例えば、猫と君とかっていう、その、他人のために作った曲みたいな、うん、そういうのはまた別ですけど、うん、あ、でも、そうでもない。猫と君も結構、自分らのエピソード入れてますからね。うん、なるほど。実はあれも実体験じゃ実体験ですね。そっか。そうなんですね。なるほど。実体験ね。まあ、僕はまあ、割とそういう実体験を歌にする方が、うん、熱を歌にね込められるし、うん、こう後で何年か経ってそれを歌った時に、うん、あの時こうやったなみたいな、うん、こうまた違った心境で歌えるっていうのが、その辺がね、なんかこう、うん、熱の込め方、作品に対するその思い入れみたいな部分がやっぱり歌に、歌声とかね、そういう部分の、うん、隅にちょっとでもにじみ出すんじゃないかなと思って。あ、なるほど、そういうとこもあるんですよね。そうですか。我々はやっぱ妄想でやっぱ書きますからね。はいはいはい、うん、そういう歌詞とか、ね、歌詞も書かれてますけどね、はいはい、年間ね、何百、さっきも話してましたけど、はいはい、100、200って仕事で書くと、はいはい、やっぱり実体験ってこう限られてくるんで、はいはい、 すごい卑猥なものしかこう書けなくて卑猥なってくる。どういうことですか。いや、もう P が入るような、例えばリリースするってなると、やる気あんのって言われるような、そんなにぐらいの、それやっちゃえるのすごいですね、逆になんか、うん、はい、まあ自殺行為というか自殺行為なんですけどまあ面白いものを書く上ではいいかなと。ああ、まあまあ書くんですね、なかなか受け入れられない。逆にアーティスト的な感じですよね、それって。そうですね、なんかね、作家というよりか表現ですよね、うん、基本は許されません。そっか、やっぱ許されへんねや。いつも叩かれてます。いいっすね、それなんか、いつも叩かれてクリエイター、まあ、ちゃんと直してね、ちゃんとした曲にするんですけど、ね、なるほどね、遊びを入れないと音楽つまらないんで。それは確かに、はい、うん、そうですね、とことん古典版に作る時もあります。なんか実体験、そうですね、実体験ほぼ 100% ほぼ、そうですね、すごいです、すごい俺より濃い人生を、濃いっていうか、ね、多分ね、何でもないことを、うん、大げさに、大げさじゃないですよ、僕なんか。多分、だから、こう、普通の、うん、例えば、花火を見に行くじゃないですか。はいはいはい、っていうことで、その、花火を見に行った行為から、う
多分普通の人よりもこう、こう、なんちゃら吸収するというか、インプットするというか、うん、なんかこう、些細なことでも、些細なこととかが、そう、多分ね、こう、ガーッと、ね、見方やね。多分見方が多かったり、受け方が違うよね。感覚、感じ方が、なんか多かった。アーティストらしいって言えば、アーティストらしいですね。多分、まあ、繊細じゃ繊細やと思うんですよ、こう見て、多分ね。多分繊細なんですよ、僕は。多分ね。うん、いじめたらダメですよ。だから、なんか、だから彼女に言われたのは、はいはい、昔ね、なんか、まあ、前の彼女とかの歌を聴くわけじゃないですか。はいはい、それ聴いて、こう、すげえなんかこう、うん、っていうかな、ものすごいドラマがあったんだみたいな風に思ったと。うん、で、けど、自分の、自分とのエピソードで作った歌を聴いたときに、うん、なんかこう、こんなにドラマチックに、あれだけ、たったあれだけのことを、こんなドラマチックにしちゃうんだみたいなこと言われて、うん、それはちょっと寂しかったんですけど。いい意味で悪いんですか？まあ、悪い意味で。ドン引きみたいな。ドン引きとまでいかないですけど、はい、なんか、あれ、前の彼女の歌とか聞いて、ちょっと嫉妬したけど、うんうん、なんかそんな、なんか嫉妬するほどの、ほどのドラマは、うん、こう私の時と同じようになかったんかもしれへんみたいなこと言われて、僕結構なんかドラマチックな感じやと思ったのに、なんかあんまりそこまでじゃなかったんやみたいな。ちょっと複雑だよ、ね。そうそう、ちょっとね。聞く方からすれば確かに。マジでみたいな。なんか、めっちゃあれ、すごいこう、嬉しかったし、楽しかったけど。やっぱ、カノさんに曲書くんですね。それはやっぱもうね。そっか、そういうのがなくてね。うん、演奏とかならやっぱり、はいはい、アドリブでこう弾いたりとか、誕生日とか、もうちょっとキーボーディストなんで、はいはいはい、弾き語りもやったりするんですけど、はいはいはい、あんまりこう、歌物でこう何かを届けるってことがないんで、うんうん、逆にそのメロディー、タイプに合わないと思うんですよ。タイプに合わない。俺がやると、はい、ちょっと作られた感がすごいっていうのがあるらしくて、なんかね、まあ、顔的な問題ですよ、多分。顔関係ないんじゃないですか。いや、まあ、よく爬虫類みたいなのが言われるんでね。爬虫類？そんなやつが弾き語りをしてると。爬虫類が弾き語りをしてる。そうそうそう。ひどい話ですよ。カメレオン、カメレオンみたいなのが。そうそうそう。どういうことか、よう。カメレオン。なんか、要は弾き語りとか、あんまりその、曲で何かを伝えるっていうショーじゃないらしくて。ええ、俺はどうもこう、ガブっていっちゃうらしいんですよ。ほう。なのであの曲でやると、はいはい、何やってんのって言われるような、いや一応音楽家なんでっていう、うん、そうですね、そう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 、でも結構綺麗な曲作るじゃないですか、うん、本当にね、本当ですか、いやおいおい本当に本当にすごいですよ、もう僕はものすごいこう曲の中からさっきもね、あの、うん、高菜チャーハン作ってくれた人、さっくんがね作りましたね、そうめちゃくちゃ美味しかったですよ、それがごま油の味が効いて、高菜もうまいし、うん、もうめっちゃシンプルでめっちゃ美味しい高菜チャーハンをね、うん、ごちそうになったんですけど、うん、もう本当にそういうのとかからもすごい繊細さとか女性性とか、うん、そういうのをさっくんから感じるこっちじゃないっていうねことをね、うん、話してたんです、してましたね、そうそうそう、うん、いやでもあれですね、こうやって彼女のために曲書きましたって言っても全然くどくないですね、くどくない、うん、俺が書くとやっぱりドロドロしちゃう、いやで彼女のためじゃないんですよ、うん、彼女のために書いてんじゃなくて本当にその、うん、まあ、自分のためもあるし、うん、まあ聴いてくれる人のために書いて、まあまあ自分のため半分、うん、もしくは6割、聴、うん、いてくれる人ファンのため半分みたいな、彼女のためではない、彼女のためではない、でもでかいね、そこはね、重的に、うん、そっか、誰かにこう書くってね、ね、うん、なんでしょうね、うん、彼女のために書いたことってのはないですね、多分逆にないんですか、ね、なんか嫌なんですよそういうの、あ、なんかこうキモいじゃない、ちょっと重たいですよね、確かにそう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 、うん、なんかキモいちょっとあれやけど、それやってる、うん、人に対して失礼やけど、やっぱり他人がやるのはいいんですよ、確かにね、うん、誰がやっても、うん、ちょっとあなただけの曲ですっていうと、ね、弾きますよね、あ、そうなんですよ、だからその人のための曲を作ると、うん、周りの人が置いてけぼりっていうか、うん、になるじゃないですか、置いてけぼり、確かにね、まあ2人の世界になっちゃうじゃないですか、そうじゃないです、僕そういうのを作りたいんじゃないので、うん、2人の世界を作りたいんじゃなくて、うん、やっぱりその音楽として、うん、なんていうか、まあ、人間
臭さであったり、うん、まあ、こういう人間がいるんだよ、こういう二人がいるんだよみたいな、うん、そういうエンターテインメントであったり、あ、こうね、まあ、表現として、うん、うん、人間をね、あの表現したいっていうところがあるので、プロイですね、やっぱりプロイ、プロイ、プロイ、プロフェッショナル、ね、プロイ、プロイって初めて聞きました。今使いました、ね、おもろい言葉ですね。プロフェッショナル、プロイって、なるほどなるほど、プロイね、熱いグロイみたいな感じで、ね、プロイ、はい、流れてプロイ、プロフェッショナルだなと彼はつくづく思いますね。思いますか、ありがとうございます、はい、でも本当ね、なんかなんかそうなんです、そういう意味でね、うん、は、うん、なんか人が置いてけぼりにならないようにとは思ってますね。ならないようにとか、はい、それを歌を作ってもあんま楽しくないんですよ、うん、まあこれは本当に多分プロイっていう部分もあるかもしれんけど、うん、まあ、楽しくないんですよね、やっぱり、うんうん、人に聞いてもらってみたいな、うん、聞いてもらえるのが嬉しいっていうところがね、大事ですよね、うん、そういうところになるんでね、うん、よっしゃ、じゃあ聞きますか、もう結構3曲目ですね、まだ3曲目やけども46分ですね、結構来てます ねさて次はどんな曲ですか、さっきちょろっとね、うん、ツイッターを見たらね、うん、この歌を聴けたらいいな的なことを言ってくれてた方がいらっしゃるので、リクエストに、リクエストに、リクエストしてたわけじゃないんですけど、僕が勝手に勝手に見たんですけど、うん、池内祐介でね、僕はちょいちょい、ちょいちょいっていうか、たまに検索して見るんですよ、うん、ツイッターのね、はい、それエゴサーチっていうらしいんですけど、なんかエゴサーチ、エゴサーチ、え、何だっけ、エゴ、エゴ、エゴサーやったっけな、なんか、うん、なんかね、そういう言葉があるらしくて、すごいね、こう自分の名前を検索して調べるのはキモいことらしいんですけど、はい、マジで意味もなくやったことあるあ、そうですかでもそれをなんかをちょいちょいするんですよ、僕はね、うん、エゴサをするんですよ、なるほど、で確かにそう、見かけてしまったら、そう、見かけてしまったら何とも言えないですよね、そう、自分の名前検索して見てたっていうキモい人なんですけど、僕はそういうなるほど、そっか、それまあまあそれで検索したら、うん、まあ、この歌を聴きたいと言ってる方がいたので、うん、はい、人間というのをね、おアルペジオバージョンで、うん、結構これもね、普段ガシャガシャや、ガシャガシャというか、ね、がこうやるんですけど、うんうん、まあ、でも今日はまあ指でゆったりとしたら、ね、ゆったり人間でね、はい、はい、人間というと、ゆったり聞かせていただきます、はいでは聞いてください、人間、人みたいになりたいな、実際隣の芝は青いから困る、それに比べこんな僕は決しかすか、いやいや、それじゃ消しカスに失礼か、酒を片手に月を見上げながら、あの人が僕に打ち明けてくれた苦悩にもその痛みにも驚くほど血が通ってた、人間はみんな寂しさ抱え、人間はみんな孤独を抱え、人間はみんな弱さを抱え、人間はみんなそんな人間だ、春風吹いて夏の海光、秋山そまり冬銀の空、愛しく思う胸締めつける、人間だから手がぬくいから、あの人は今日も教室の真ん中あたりで人に囲まれて
室のその隅に湿った瞳でそれを眺めてる僕がいる。美術の時間あの人が描いてた。その絵はおびただしい目の中でうずくまい顔を隠し何かに怯えてる人物が人間は皆臆病嘆き人間は皆怖さに震え人間は皆生傷を抑え人間は皆そんな人間だ。春風吹いて夏海光り秋山染まり冬銀の空愛しく思う胸締め付ける人間だから生きているから人間は皆寂しさ抱え人間は皆孤独を抱え人間は皆弱さを抱え人間は皆そんな人間だ。春風吹いて夏海光り秋山そもり冬銀の空愛しく思う胸締めつける人間だから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 最近ね、思うんですけど、池谷さんの曲、やっぱりあの歌詞を見ると、情景がすごく浮かびやすいですよね。うん、ああ、ありがとうございます。うんうん、さっきも実体験に基づいてるって言ってたんですね。これもね。うん、なんかあの、すごくそれが出てるなっていうのがあって、で、あの、アライブ買ったですよね。あ、うん、あれも曲を聴く前に、先に歌詞を全部見てたんです、うん、ええー、はいはい。で、これは一体どういう曲になるんだろうかってイメージするのが、俺の中ですごいハマってて。へえ、ハマって特にあなたの曲の場合は、はいはい特に歌詞を見てから曲を聴く方がより楽しめるという。へぇ、うん、これ多分俺だけなのかなって思うんですけど、もしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど。なるほど、そういう楽しみ方があるんです、僕の歌は。なるほど、ね。そうですよ。でも確かにそれあるかもしれないですね。だから、あの、仮に歌詞カードだけポンと渡されても、はい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 、なんかイメージできるんですよ。ああ、うん、なるほど、ね。歌詞だけでも楽しめるアーティストっていうのは逆にあんまりいないんですよ。なるほど。あ、そうですか。うん、そうすか少ないといえば。ああ、うん、なるほどね。すごいね。この消しカスか、いやいや、それじゃ消しカスに失礼かっていう、ね。一つ一つが深いんですよ。ぐさっとくる感じが、またいいんですよ、ね。これ、なんかあれですね、あの、まあ、歌ってる時に、こう、くすって、こう、さっくんが笑ってくれましたけど、はい、こう、よっしゃと思った。そうそうそうよっしゃって。これもね、なんかこう、まあ、僕の中で、情景というかイメージしてるものがあって、あの、高校のね、時に、あの、野球部やったごっついね、はい、あの、松田くんっていう人がね、いるんですけど、松田くんが、筋トレをしてたんですよ。うん、で、あの両方に、なんちゅうの、こう、ダンベルみたいな、うん、あるじゃないですか。それを持って、こう、うん、こう開くみたいな、こう、うん、こう持ち上げて、落とすみたいな、はい、そういうのやってたんですけど、うん、あそれで、おなんかすげえなーって、めっちゃ重いんちゃうん、それ、つって、うん、言ったら、いやいや、こんなもん、俺にとっては消しゴムと同じよ、みたいなこと言って。それがすごいなんか、あって、うん、僕の中で、うん、消しゴムとか消しカスがなぜかちょっとそこの言葉によって特別なものになってしまった。あっていうので、なんかこう、うん、普通は消しカスってこう歌詞に入れないじゃないですか。入れないというか、出てきたらなんかなんでみたいな感じだけど、うん、僕にとって、その、特別なものやから、入れたっていう、はい、そこがちょっとまあなんていうかな池内雄介の歌になるかなって思って、うん、まあ
消しカスっていう表現をしたってところあるんですね。あ、普段その見てる、うん、まあ、消しゴムもそうですけど、やっぱり何気ないものでも、うん、まあ、こういう表現の仕方があるんだっていうのをすごくこう知らされるというか、うん、あ、そうですね、俺にはない部分ってやっぱこういうところなのかなっていう。ああ、そっかそっか、うん。それはあの最近特に感じるようになってきたなと。あ、う、あ、んうん。そういえば今日はユースの調子がとてもいいです。多分それはさっくんのパソコンのスペックがいいからじゃないかな。まあ録音環境はよくしてますよ。うん、そう、録音環境がいいのと。音質どうなんですかね。悪いんですか、ね。音質どうでしょうかね。みんなちゃんと聞こえてますでしょうか。音割れとかね。音ちっちゃすぎるとかね。ごめんなさい。はい、なんかあって言ってください。どうでしょうね。それか、うん、なんかあのあれもいいかもしれないですね。ひょっとしたらあの回線状況とか、うん、あ、そういうのもいいかもしれないですね。回線状況。いや、割と普通に繋いでる、よくある家庭の。僕のね、普通にケーブルで繋いでるやつで配信してる、うん。今日も有線なんですよ。有線。ここにちょっと入ってる。はいはいはい。うん。有線なんですけどね。なんでしょうね。まあでも、ユースとね、よう分からんですよ、本当に。うん、僕、いつも同じ環境でやってますけど、うん、めっちゃいい感じに配信できる時もあれば、なんかこう、全然、なんか話にもならんぐらいの勢いでちょっとツイキャスに引っ越ししなあかんみたいな時もあるし、そっか、ユーストリームはね謎なんでね、すごい、今日がたまたま良かったのか、さっくんのあれが良かったのか分からないですけどね。なるほど。さっくん褒めてるのに説教してるように見えるすいません。そんなことないでしょ。すいません。アライブを買ってくれた、アライブっていう CD をね、僕たちのライブ、ライブっていうのと、アライブっていうのね、つ、う、い、ん、になってるあのやつがあるんですけど、そのうちのアライブをね、うん、購入してくださって、はい、それを聞いてくれたんですね。はい。はい、そうなんですよ。ね、ウォークマンに入れて聞いてるんですよ。ありがとうございます。はい、寝る前にいい曲ですね、ほんと。ああ。本当に寝る前に聞いてるんですよ。うん、ありがとうございます。あの、やっぱ不眠で俺結構悩んでて、なんかね、はい、落ち着くんですよ。マジですか、うん、なんか知らんけど。他のアーティストでも、やっぱり似た雰囲気っていうのはやっぱあるんですよ。あなたの歌詞と曲っていうのは、すごく心地よくて、真っ先にあのプレイリストにこう入れたくなる。ああいう順で言っても先に来るんですけど。まあまあいいですからね。6万個に入れて。はいはいはい、聞いたりね、なんかね、そうなの、いつの間にかファンになってしまった。ああ、嬉しい、ありがとうございます。ね、なんか回線状況すごくいいです。回線なのか何なのか分からないですけど。何ですかね。そっか。何ですかね。なんかね、信する、うん、発信する場所でやっぱ決まるんですかね。あ、それもあるかもしれないですね、ひょっとすると、ね。あ、そういうのもあるのかな、うんうん。そう、なんかパニック障害の方が、うん、あの、マシになる。ああ、そうね、人もいるし、結構なんか睡眠寝れるとか、それでかいですよ。そう、なんかね、精神が落ち着くみたいなところがあるらしくて、全然そういうところ意識してなくて、そのじゃあのヒーリングコーナーにこうケイティユースとか、ああ、それ面白いですね。それいいじゃないですか。普通にでもそのぐらいいけるんちゃうかっていうぐらい、うん、そういう報告をいただいてるんですよ。全然そういうの掛け合ってみましょうか。ああ、マジっすか。それは関係はそこそこ仲いいの。マジっすか。それちょっとじゃあお願いします。ヒーリングコーナーどうですか。それ多分ね、うん、いやでもほんまにね、効果あるらしいんですよ、どうやら。めちゃめちゃそういう人たちのレビューを持っていて、あなたも試してみてよっていう、はいはい、ああ、うん、いや、うん、それちょっとかけてください、本当に、ね、口コミは本当すごいですよ。マジっすか、うん、いや本当ね、すさまじいんですよ、そういう なんていうかレビューというか量というか、まあ、うん、そういう感想をいただくのが、うん、本当にね、電車乗れなかったのが乗れましたとかって聞きながらやったら、ね、マジでみたいな、どんなんやねんとか思いながら、本当に僕もそれも最初は前年だからそういう報告をいただいてなかった時に、うん、全然そういう方向性を目指してなかったし、うん、なんてどっちかっていうと激しいみたいな、うん、まあ、僕が、まあ、元々が長渕剛さんが、うん、まあ、ルーツにあるので、あ、激しめなんですよ、結構心の中では、うん、だからなんて優しい歌歌ってても、うん、なんかどっかが一箇所火事になってるみたいな、うん、こうそういうのをね、まあ、うんうん、イメージしてるけど、うん、でもどうやら結構火事になってても寝れるらしくって、うん、僕の歌はそれがやっぱオリジナルで、うん、なあ、それ自分でも分からなかったっていう、うん、人に教えてもらって、うん、あ、僕の歌ってそうなんやって途中で思って、うん、でだからこうそういう方向性でも、うん、で、まあ、特に
貢献していけるかもしれないなって社会に、うん、っていうふうにはね今ちょっと思ってるんですよね。ああなるほど。うん、なんかね、うん、そう自分では分からないんですよね。だから自分で声がいいって思ったことなかったので、うん、あの別にそんなことも思ってなかったのでなんか普通に歌えて楽しいみたいなことを思ってたし、本当に先輩に、うん、あの声特徴のない声やから、うん、僕ちょっと悩んでるんですみたいなこと言って、うん、いやいやみたいなこと言われて、うん、特徴あるよって言われて、うん、えマジでみたいな、あこと特徴でもありますね。ありますか。かなりなんか、ね、確かに今最初に聞いた時は、うん、割と普通なのかなと思ったんですけど、聞けば聞くほどその良さが分かってくるというか、スルメみたいな。でもなかなかいないなっていうのはありますけどね。なんかね。イレーブでいないっていう。なんか、なんかね、その、うん、そう、声が武器になるっていうことを全く思ってなかったんですよ。本当に思ってなくて。うん、それも、こう、いろんな人に、あの、声のことを言われる。うん、言われて、その、まあ、例えば精神が落ち着くっていうのもそうですけど、うん、人に言われて初めて自分の歌が何なのか分かるっていう、こと、ところが、まあ、感じるのはあの、うん、やっぱりそのかなりね、はいはい、癒し系といえば癒し系なんですよ。ゆったりしてて、はいはい、なんか結構あの割とね、うん、そこまでのぶとこはないんですけど、はいはい、割と爽やかな声じゃないですか。で、そんな低すぎず高すぎず、うんうん、結構しっかり聞こえてくるんで、うまく言い終わらせないですけど、やっぱり安心感っていうのが確かにありますね。だから僕はやっぱ寝る前に聴きたくなるというのは、そういうところなんだなと。あ、なるほどな。曲の言えば、アカペラでも全然いいっていう、感じではありますね。マジっすか、うん、もしかして弾き語りの方が生えてるっていうのもあって、はい、バンドでやるとまた違うと思うんですよ。ああ、うん、なるほど。だからこそその良さが生きてるというか、なるほど、それもあるんかもな、うん。スタイルがようやくその、そっか確立されてるというか。結構バンドサウンドも好きなんですけどね、うん、僕ね。まあね、ほら、戦隊もね。そうそう、戦隊もののね、声入れっていうか、何ですかね、うん、仮歌をね、制作ね、そうそう、歌う、お仕事をね、いただいて、さっくんにね、うん。で、戦隊ものの、言っていいかな、タイトル的なこととか。これはまだ、タイトルは言ったらですね。それは言ったら、ただまあ、特急関係の。特急、それってなんかもう、バラしてる。ほぼ言ってるような。ちょっと電車をモチーフにした、そう、戦隊の電車的な。来年ですかね。の歌の、ね。まだちょっとリリースは決まってないんですけど。そうそうそう。割とお願いします。あれ楽しかったですよ。本当に、ああいうの好きなんですよ。戦隊もの歌。ね、決まればね。いや、今もね、これぜひ聴いてほしいなっていう。本当にね。あえて聴いても全然、ああ、また広がってしまった、ああいうぐらいの。ああ。広がっちゃったよ、ぐらいの。いや、楽しかったですよ、本当は。もう、めっちゃ、もう、ワクワクしながらやりましたからね。あれ。あの曲もやっぱりそうですね、はい、いけるからどうかなっていうぐらいで悩んでたんですけど、はいはいはい、もしかしたらこの人の方がいいかなと思って、はい、思い切って言ったんですね。ほんならすごいマッチングしてて、戦隊ものも全体もって何でもいいとわけじゃないんですけど、はい、特にあの曲はやっぱ歌というか、はいうん、やってましたね。とまあ僕がちょっと思ってるのが、うん、全然コネも何もないからどうしようかなと思ってるんですけど、うん、その NHK 的な歌、うん、NHK に持ってったら、うん、というか何ていうか「ジュニちゃん」で流れたらいいんじゃないかなっていうような歌がちょいちょいあるんですよね。ありますね、確かに。ちょいちょいあるんですよ。なんかみんなの歌とかで流れてるような。そうたまにで人でも人に言われるんで、うん、なんかねこう誰か NHK 関係の人おらんかなとか思うので、ね、なるほど、うん、NHK 関係は一時期沖縄の NHK で一回出てやりましたけどね、はい。キャスティングやってる人とある番組で会って、うん、曲でちょっと書かせてもらって、会って。でもあれですね、東京大阪の NHK で、ぜひ使ってほしいなっていう曲は確かにたくさんありますね。そう、なんかあるんですね、そういうのが。うん、で、結構、お子さん連れの奥さんが、うん見てくれたりとかね、聞いてくれたりとか、ファンでもね、結構そういう方が多いんでね、うん、はい、っていう、さくんの手の動きがなんだか素敵ですね。やらしいだけですよね。こういうやつですよね、こう、なんかちょっとこう動いてくれる。こういう感じ。さっくんにもギター弾いてもらいたいよ、なんて言ってるんですけど、ギター弾いてみますか。
いけますか。今日はね、何も用意してないでね。あ、そうですか。ギターはどうなんですか、弾けるんですか。ギターはね、一応僕ギターやってたんで、おもともと。え、ベースとドラムやってて、ベースとドラムでギターもできる。あんま得意じゃないんですけどね。ただまあ、アレンジャーっていう職業からは、一通りやっぱり弾くのと。はいはいはい。はい。これはなんだか、コピーした。次の機会でもめっちゃやりたいですね。今度こそあの曲を、俺の曲を、おやろうかなっていうぐらいで、思ってるんですけどね。ちょっと待ってください。よいしょ。コピーしたらなんか出てしまった。準備して、これだった。今日はもうね、はい、話すのがメインだったんで。そうですね。どんどん俺曲を聴いて。あ、じゃあまあ今日はね、じゃあそんな感じで。うん、ちょっと待ってください、ね。ぜひまたの機会で。さっき僕がつぶやいたのとコピーしてなかったのかな。あ、ツイッターで。あ、そっかそっか。こっちでつぶやかんと、こっちでつぶやいた。今。ちょいとお待ちを。今もう何時ですか、うん、結構。あ、もう1時間経ったんですね。早いですね。まだ空いてますかやっても。大丈夫。もう1曲ぐらいにします、ね、もうどうしましょう、時間的な。時間的に。まあ、あと2曲とりあえず用意してるんですけど、どうでしょう。ラストの。ラストにしますか。聞きたいですね、これは。ねえ、どうしようかな。うん。よいしょ。これね、歌いたかったんですけど、ちょっとじゃあ1番。厳しい厳しいっすか。やりましょう、2曲。やりましょう、これ、ね。じゃあ、ちっちゃい声でやるんで。うん、大丈夫、気ぃ使うんで。では次の曲お願いします。ケイウちゃんが気持ち悪いツイートしてたやつですね。なんか言ってたかも。そういえば、ホタルの UVVK バージョンでね。言えてない。 UVVK って UVVK アルペジオですね、うん、俗に言う。水のきれいなところには蛍が住むという、僕の家の近くになど、そんなとこないと思ってた。親友が教えてくれた秘密の場所を歩きながら想像していた。はしゃぐ君の姿、光がもう幕の上を滑る。暗くなるのを待った。秘密の場所へ向かったら、懐かしい匂いがした。
光がすぐに出迎えてくれた。変なポーズ決めた後、予想以上の興奮顔。夜空のキャンバス、小さな芸術家たち、ぼんやり眺めて、僕らは手をつないでいた。会えなくても同じもの見て、同じもの聞くことはできる。蛍が僕らの足元に文字を書く、緑の稽古をペンを使って、この文字にもし意味を与えるとしたら、好きだよ幸せもいつもありがとう。揺れてくれてましたよね。揺れました。横揺れですね。横揺れですね、これは。うん、横揺れな感じですね。いいね。ありがとうございます。まだまだ夜は長いので、ここで眠らせてしまう。蛍大好きです。ゆっくりバージョン、涙が出そうですね。ああ、ありがとう。うん、か確かに。たまにやるといいですね、ゆっくりバージョンもね。結構これ、ジャカジャカやるんですよ。これあ、そうなんですか。これもジャカ、だから今日はその、なんていうかな、うん、まあ、全部アルペジオってことで、うん、なので、普段ね、やらない曲を、アルペジオでやらない曲をアルペジオやったら、うん、こう全部アルペジオにしても楽しいんじゃないだろうかと。都会だからこそ。そうそうそう。できる。無理やりこりつけた。まあでも、そうですね、逆にいいですね、こっちも。うん。うん、結構、ホタルもね、さっきのやつも、まあ割と指引きでやって、うん、ジーンとね、来る感じの雰囲気にしてもありやなと思う、ね、いいですね。これは僕はアレン、うん、アレンジをバンドバージョンでアレンジして、やったんですけど。はいはい、うん、ね、あ、そうか、そうですね、このね、画面の下にあるね、メールアドレス入れる欄がありますので、そちらからメールアドレス登録をしていただくとですね、うん、無料で池内祐介の楽曲を手に入れることができます、うん、完全無料なんで、ぜひぜひね、フリクルっていう、フリクルというね、うん、メルマガに登録することができます、まだの方、ぜひぜひ絶対に登録してください、うん、完全におすすめ、めちゃめちゃおすすめなんでね、こういう感じ、こういう感じ、こういう感じですね。はい、こういう感じ。いつも来るやつですね。そう、いつも来るやつです。いつも来る。あれチェックしてるんですよ、いつも。ああ、フリクルのメルマガ。うん。見てくれてますか。あ、来た。あ、来た。池内来たみたいな。池内来た。うん。そうなんです。いいですね。ね、なんかこうちゃんと届いてるのかね、こう、は
ないです、ね。わからないときあるんです。わからないっていうか、不安なんですけど、いつも。どういうのかな、来てますよ、ちゃんと。あれですか、ちゃんと来ますか。うん。画面が暗なった。昼のいい時間に来ますよね。あ、昼のいい時間に。あ、そうですね。僕結構朝に。午前中にいつも送ってあるでしょ。そうですね。午前中に書いて、うん、まあ11時ぐらいに書いて。うん、そうそうそう、それぐらいに。そうそうそう、あ、来た。それぐらいに送ってます。そうそうそう。そうなんです。でもまあそれで今のホタルっていうね歌とかもまあプレゼントしたんですけど、うん、まあ、あの過去の歌はねどんどん聴けなくなっちゃうんで、無料で手に入れられなくなっちゃうんでね、お早めに登録していただくとね、早めにね、はい、次から次へとね曲が送られてきたり、うん、早いですよ、うんちくが送られてきたりするんで、楽しみに、これは予想してる以上にケイティスが早いと、そうなんです、止められない、早いです。じゃあまあとりあえず曲をやってしまいましょうか。はい、その後、まあ、ダラダラ喋る的な、はい。それか、まあ、ドラマの雰囲気見ながらね。そうですね。その辺は。お、これは、懐かしい曲じゃないですか。懐かしい曲ですよ。お、懐かしい言うても、これ毎回歌ってるんで。そうですね。懐かしいっていうか、定番って感じですよね。なんかね。俺が最後まで聞けてないだけですね。いつもこうやって。こうやって間近で聞くとあれですね、案外こうならない、いけますか、もうめっちゃ聞き込んでしまうマジですか、ちょっとこっち凝視してますよね、うん、って超至近距離だからこう、うん、やっぱライブはいいですね、ああそうっすか、やっぱりね、うん、やっぱ全然ちゃうと思うんですよね、この機械越しのねやつとライブっていうのは、うん、しかも生音ですしね完全にね、うん、うん、ぜひぜひね、ライブね、間近で、そうですね、ライブで間近に聞いてもらえたら、聞いておくれということで、全然違いますよ、本当に。うん、というわけで、この歌で、一応曲の方を最後にしようと思います。うん、今日も僕が生きるのゆっくりバージョン。訳もわからないまま生み出されて、気がつけば地面に立てと言われてた。生まれて間がなくてもすぐわかった。これから幾度も波に飲み込まれるんだと。壁が立ち山があるアスファルト、割れてる土砂降りの日がある。そのすべてが重なることがある。今日も僕は生きる、今日も僕は生きる、生きて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 やる。今日も僕は生きる、生きる。冷たい風が頬をずったずったにしても、聞けないままずっと疑問に思ってた。人によってなんで幸せは違うの。どん底で笑う人を自殺する。金持ち一体何を追いかけたら僕ら幸せと言えるだろう。今日も僕は生きる、今日も僕は生きる、生きて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 やる。今日も僕は生きる、今日も僕は生きる。希望を絶たれて立ち尽くしたままでさえ、生きれてるというその中に生かされてるという事実があったなら、僕が生き抜くその中にも誰かを生かす
ものがあるはずだろう。今日も僕は生きる、今日も僕は生きる、生きて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 やる。今日も僕は生きる、今日も僕は生きる、答えを探す旅をずっと続けている。今日も僕は生きる、今日も僕は生きる、生きて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 やろうぜ。今日も僕は生きる、今日も僕は生きる、答えを探す旅をずっと続けている。旅をずっと続けている。Kさん自身のコンセプトでもありますよね。そうですね。大きなテーマというか。そうですね。ね、大テーマのうちの一つですね。ね、毎回ね、僕は生きるっていうのも。そうですね。ありますよね。そうですね。今日僕は生きる、毎朝やってますしね。ね、特に、うん、俺らにとってもその思い出の曲というか、一番最初に、ね、参加させてもらった曲ですよね。うん、あ、これそうでしたっけね、確かに。うん、そうかこれを一番初めピアノで、そっかそっか、これのアレンジ、ピアノアレンジちょっと直してくれねっていう話をしてて、ね、やらせてもらったんですよね。これが初めてですね、ピアノとって。そうですね、ああそうか、これが初めてやったんか、もしかして忘れてました。あの君といる未来がそうやったかなと思ったんです。あれとね、これが結構ほぼ同時期に生まれてるんで。そうですね、2日違いぐらいの子供なんで。ああそうそう、この曲の後にあれをやった。そうかそう、この曲の後か。そうそう、どっちもピアノでやった。そうそうそうですよね、それは覚えてるんですよ。うん、そう君といる未来の方が後か。そうなんですよ。そっかそっか。うん、そうですよ。まあ思い出深いですね。思い出深いですね。そっか、なるほどね。作ってる期間っていうのはすごく短かったですよ。うん、ずっと1日2日ずっと聴きっぱなしだったから、やっぱり。あ、耳に特にね、他の曲でも馴染んでるというか、はい、最初やから特にっていうのもあるんですけど。生きる、生きるっていうのはね、まあ、生きるとか人間とかね、うん、その辺がね、やっぱ大きいテーマとして僕の中にあるんですよね。うん、ね、確かに。やっぱね、生きるの大変ですからね。生きるの大変ですからね。いや、生きてるの結構大変ですよね。生きるだけで、なんかこう、ツイッターで、ちょっと前になんかこう、うん、見たんですけど、ツイッターでやったかなんか覚えてないんですけど、うん、なんかこう生きてるだけで、うん、なんちゅうの、税金であったり、うん、何やったりで罰金が発生するみたいな、うん、まあ確かにね、それはありますよね、そういうことを書いてたのがあって、うん、あ、なるほどなと思って、うん、面白かったんですけど、まあ罰金だけじゃなくて、本当に、まあ、例えば、まあ、食べなあかんっていうのもそうやし、普通にね、うん、食べる、寝なあかんもそうやし、うん、なんていうのか、何かをしないといけないじゃない、強制的に、うん、なんかこう生まれたら、確かに本当にこうなんか生み出され、なんか望んでもないのに生み出されたみたいな感覚はちょっとあって、僕は、ね、うん、正直ね、うん、意味が見出せないっていうのも確かに、うん、まあ誰でもね持ってるとは思うんですけど、うん、特にあるかもしれないですね、うん、なんかねこう、うん、自分の、うん、意思と無関係に生み出されるじゃないですか。確かに。なんていうか、そういうところがね、こう、あるよね、ってちょっと思ってて、それでも生きていかなければならないみたいな。うん、し、まあ、どうせ生きていかなければならないんやったら、うん、楽しくね、楽しくっていうか、うん、まあ、辛い、ね。意味はあると思いますけどね、それ。しんどさをね、感じながら、
生きるのか、うん、それかまあよりちょっとでも楽に楽しく生きていけるのを模索しながら生きるのかっていうところね、うん、あのこの曲の逆があるのかなと思ったら逆っていうと今日も僕は生きるじゃなくて、はいはい、もう僕は死にたいんだみたいな、はい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 、もうあるんじゃないかな。ああ、なるほど、ね。逆にそういうのってあるんですか。はい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 、死にたいね。死にたいって言ったら風っていう歌とかね。うん、あ、風はライブに入ってなかったのかな。あれはライブの方だったかな。風っていう歌とかはね、うん、割と、ちょっと結構重たいやつ。死にたい系かもしれないですね。死にたい系。うん、あるかもしれないですね。なんかその、うん、死にたい、うん、逆を聞きたくなる、あ、なるほど、っていうのが多いんですよね。多分ね、でも死にたいって言ってるけど、うん、でも死にたいっていう歌を作っても、うん、やっぱ最終的には、うん、いや本当は死にたくないみたいになっちゃうんですよね、僕の場合は、ね、やっぱここに行き着く、ここに行き着くっていうところですよね。そのなんちゅうかな、うん、死にたいっていう言葉って本当は生きたいっていうことなんじゃないかなって思うんですよね、うん、死にたいって言ってる時点で、うん、なんかね、そういう、生きたさの裏返しじゃないけど、うん、だから その先言ったその死にたいっていう曲もあるんじゃないかっていうのはそういう裏返しやからやと思うんですよ、うん、多分だからこそこの曲を聴けば分かるということですね。聴けば分かる、その裏付けも全部分かってしまうと、うん、そうですね、ああなるほど、そのいい曲で全てがこう、ね、すごい関連づけられるというか、うん、いろいろ考えさせられますよ。明日も僕は生きるっていうのがあるんですよ。あ、それ見ました。ああ、あれちょっと違うんだと。そう、あれはどっちかっていうともっと暗い感じの、うん、そうそう、こう言ってくれてますけど、明日も僕は生きるとかもネガティブな歌詞だったようなって言ってくれてますけど、うん、あれ結構ね、ネガティブやけど、まあ、うん、曲調もネガティブだから、曲調もネガティブというか暗い感じなんですけど、うん、結構、それでも、うんうん、さらに死にたい、こっち、今日も僕は生きるっていう歌よりもさらに死にたい感じの、うん、生きるやけど、うん、でもそれでもやっぱり生きたいなんですよね、明日の僕は生きるも、はい、やっぱりね、でもやっぱネガティブな曲でもこう、うん、やっぱ聴きたくなる曲ってあんまり太かじゃないんですよね、うん、ネガティブで重たいんだけど、はいはい、いろいろ考えさせるし聴きたくなる曲ってのがあなたの曲じゃないかっていうのが最近特に感じるっていう、重たくても全然いいんですよ、聴、ね、きたくなるから、やっぱり、あ、うん、それってなかなかないと思うんですよ。そうかそうかそうか、それはね、結構ちゃんと聞いてくれてる人ですよ、多分それ、そう思ってくれるのね。俺ね、その、すごい印象的やったことがあって、昔も忘れもしないよ、埼玉のね、うん、あの、埼玉でライブしたことがあって、だいぶ前ですよ、はい、7年ぐらい前。まだ僕が、うん、あの、3枚しかアルバムを出してなかった頃、あの、はい、線香花火っていうね、うん、あの、アルバムを出したんですけど、はい、昔。相当前ですよ、もう8年とか7年とかぐらい前なんですけど、うん、に、はい、こう、まあ、ライブでは割と明るめの歌を歌ったんですけど、線香花火は、うん、まあ、割と、なんだろうな、うん、まあ、ネガティブな感じの歌も入れてるんですね、はいはいはい、多分ね、多分そうなんですよ。で、こう、CD を買ってくださった方がいらっしゃって、うん、で、まあ、まあ、メールアドレスのね、交換というか、もしてて、その時、はい、まあ、積極的にメールアドレスね、聞いて、で、あの、ライブ情報とかを、よかったらっていうことで聞いて、うん、あの、よかった場合だけライブ情報を送りますって言ってね、やってたんですけど、うん、で、後でこう、CD どうでしたかって言ったら、うん、ものすごいこう、ネガティブな感じで、私が求めてたものじゃなかったって言われて、ガーンってなって、うん、っていうね、こととかがあったりとかして、いや、でもそのネガティブさをね、の中にある光を見てほしいんだよとか思いながら、あ、それはすごく感じました。そこが伝わらなかったことがあって、ちょっとショックとか悲しかったですけど、まあね、うん、確かにわからない人でも、でも今聞いたらきっとわかるような気もするんじゃないかなと思いますけどね、うん、俺もあの何曲か聞いていってわかったこと、はい、あ、やっぱ全てつながり、リンクされてるって、はいはい、そうなんですよ。結構やっぱ確かに、まあ、うん、初めて見ました、うん、重たいなっていうだけで終わることもあると思うんですけど、あ、なるほど、何曲聞いていくと、はいはいはい、あ、これはこういうことがある、ね、あ、なるほどね、その意味をまた考えたくて聞きたくて、あ、なるほどなるほど、再生してしまうっていうなるほど、ね、のが魅力じゃないかな。そっか、なるほどな。それはこれを強みにされていけば、うん、もっともっといい私になれるんじゃないかなっていうので応援してますよね。それはありますね、僕も。そのやっぱりその全部の曲が根底でつながってるって感覚あるんですよ、やっぱり、うん、なんか、うん、同じこと言ってたりね、全然違うけど表面上は全然違うけど同じこと言ってたりとか、うん、明日も僕は生きるを初めて聞いた時本気で泣きました、ありがとうございます、本当ね、
明日の僕は生きる。最近歌ってないですけど、あの明日の僕は生きる全然。うん、なんかね、ちょっと、うん、まあ、重ためなので、はい、僕もあれ歌うの結構気合いるんですよ、あれ。うん、明日は僕は生きるっていうのは。ちょっと気合いがいるので、うん、あの、若干歌ってなかったんですけど、またまあね、うん、歌おうかな。お、久しぶりに来れた。ありがとう。今日は二人です。ツーショット。釣り合わない二人。ね、微妙に画面の端と端にいるみたいな。ちょっと位置関係的に前に出てるんで、うん、遠近法的に俺がでかく見える。そう、若干ね。ほんまやほんまや。そうそう、こうすると。うん、そうですね。ちょっと、ちょっと物の方が大きい。お、なんか大丈夫？電気さて。電気が。停電じゃないよ。これなんで消えるんですか？大丈夫ですか？これはね、あ、これ触ってもこのスイッチなんですよ。頭でスイッチ押したんですね。そうあ、このぐらいの。なあ、ね、俺は時間差ってちょっと見てる、ね。そうそうそう、時間差があるんですね。うん、配信してから。うん。うん、そんな感じですね。5曲ね、聞きましたけど。はい、5曲ね。いや、改めて生で聞くとやっぱいいですね。はい、まあ、みんなは生じゃないです。俺だけです。何を言うてんねんけど。私はいつもこれで聞いたんだよっていう。うん、ぜひ、ね、ライブで。うん、ね、ほんと聞いてほしいなと思いますね。うん、生はやっぱね、そうなんですよ。僕の最近の、うん、考えてるのは、まあ、今までまあずっと2年間ちょっと。うん、はい。ユーストリームでね、うん、こうインターネットで配信して、歌を、配信してきましたけど、うん、やっぱ生歌をね聴いてもらいたいなって思ってるんですよね、今は。うーん、違うんですよね、なんかが違う、本当に。うん、もう最近ね、まあ、これもぶっちゃけますけど、はい、まあ、ナンバでね、うん、路上ライブをしてみて、うん、てか、まあ、いろいろなところで路上ライブしてみて、どうやら僕が一番反応を得れるのがナンバやということが分かって、うん、はい、で、まあ、何回かナンバでやったんですけど、うん、結構本当ね、まあ、歌うたびに収穫があるというか、うん、まあ、依頼をねくれたり、ここで歌わんかって言ってくれたりとか、うん、まあ、CD 買ってくれたり、うん、メールくれたりね、単純に、うん、もう CD とかじゃなくても名前覚えて、もうすげえ良かったんで、うん、名前覚えてメールしましたみたいな、頑張ってくださいみたいな、うん、わざわざメールくれたりとか、うん、っていう、すげえこうナンバーと僕は相性がいいとか思いながら、うん、やってたんですけど、したら、うん、ナンバーで結構ね、うん、警察の人がやっぱ止めに来はるんですね。やっぱり来るんですか。そうね。そこでね、ちょっと僕くじけてるんですよ、今。一番ここでやりたいのに。そうそうそう、そうなんですよ。あ、じゃあ俺に電話してもらえたら。どうなんですか、電話したら。撤去できます。撤去。来ないように。あ、警察ガードさんですか。警察ガード。それマジです。やってくれたらめっちゃ助かるんですけど、ね。うん、やっぱ辺は規制厳しいです、ね。ここは元ない。そうなんですよね。うん、なんかね、うん。いや、ほんま20分しか歌ってないのに、うん、すぐ警察来るみたいなこともあるし、ほんまやったら3時間でもやりたいぐらいの勢いやのに、うん、1時間やって10分休憩みたいなので、うん、3回やりたいぐらいの勢いぐらい、あそこはねいい感じだったんですけど、うん、やっぱねそういうところがあってね、まあっていうか普通にね警察の人も怒ってくれたらいいんですよ、怒るんじゃないんですよ、うん、なんかこう俺らもなこんなことしたくないねんって言いながら、うん、申し訳なさそうに言ってこられるから、逆になんかこう、悪いことしたみたいな。あ、ごめんなさいみたいな。うん、したくないねんっていう。こうパーンってこう、お前は何しとんねんこれみたいな感じで、警察の人が言ってきたら、うん、なんかこう、クソ、何言っとんねんみたいな感じになるけど、うん、めっちゃ申し訳なさそうに下手から言わはるから、うん、なんかすごいこっちも申し訳なくなって。聞きたいですね。そう、なんかこう、ちょっと、あ、ごめんみたいな感じで。あ、言いかけてしまいますね、俺も。そう思えたら向こう俺や一回言ったことあるマジですか、てすごい、あんたら暇やねやろ言うて、交通課暇やねやろって言って、すげえ何人かで思えてけど、そうやねんって言われて、いやそんなはっきり言わんで暇やねんってうんって言ったから、もういいよ場所で別でやるよって言って一回やって、そうか、まあね大変でしょうね、うん、そう考えたら梅田はやりやすい、ね、あーどうなんでしょうね、割と多いですか、ね、いや梅田もね場所によったら言われます、もういや梅田の方がきつくって、場所によったら特にそういう時の歩道橋のとことかね、ね、もう準備し始める段階で、うん、もうどっから来たのか駆けつけて
で、なんかこう、やらんといてみたいな感じ。アウト。もう、だほんまに立って、うん、こう、なんちゅうの、マイクスタンド、ボンって置いた段階で、なぜか警察がいるみたいなぐらいの勢いで、ワープしてきたんからっていうぐらいの勢いで、うん、あれはすごいですね。そっか、最近でも、夜の9時から11時ぐらいまで、大阪駅の。うん、うん、あそこですかね、駅ビルの前とか、はいはい、あれ辺でやってるやつ見ますけど、ね、ああ多分場所によるんかな。そうね、大阪駅前のちょっと端らへんかね、うん、ロータリーの横らへんぐらい、あそこは自由にやってる人多い、はいはい、だからやっぱ橋の上とか橋とかのつながってるところ通りでやっぱり言われたりっていうのはあるでしょうね。うん、路上も場所がなくなってきてるという感じでしょうか。ちょっとまあ厳しくなったというね、まあ実態はどうか知らないですけど、うん、まあ結構いろんな人が言うのは橋本さんだってから特に厳しくなったみたいなことはありますけどね、うん、まあどうか知らないですけど、ね、カジノ作るとか言ったよね、作ってない、こう殴ってあげる、本当もうちょっとねこう文化を育ててほしいなと僕は思うんですけどね、うん、条例厳しく、ね、うん、自転車もすぐ持っていきますから。あ、マジっすか。そうなんや。立ち悪いな。ああ、そんな、ねえ、そうか、そうなんやな。で、取りに行きましたから。路上ライブは大体何分くらいされるんですかっていうことですけども、うん、何分くらい、止められるまでやる、やりますね。止められるまで。止められなかったら、うん、最長で2時間ぐらいやったことありますね。お、結構やる。その時はね、やれたんですよ。うん、で、ね、はい、昼間、まだ明るい時っていうのは、すぐ来ますね。うんうん、なので、まあ、ちょっと、7時とか6時とか、そのぐらいの遅い時間から、うん、まあ、6時やったらちょっとあれやったんですけど、うん、まあ、7時ぐらいから、まあ、やるみたいな感じのね、うん、通行人も少なくなって、通報する人もいなくなって、みたいな、うん、こう、店もちょっと閉まってきて、みたいな、うん、そういう時間のね、にやろうかなと思って、ね、はいはいはい、その警察の人にね、なんでくじけてるかっていうと、うん、そのもうこん、お願いやから来ないでね、的な、すがるような目をされて。うん、まあ、きついですね。そうなんです。もう、お願いやからもう、なんかこう、なんちゅうのか、止めに入ったり、うん、するのにもううんざりしてんねん、みたいな、うん、もう何回も来てんねん、みたいな感じのニュアンスで、うん、でしかも完全に顔も名前も覚えられたんで、ね。うん、やらしてくれたよね。こんな爽やかな気やらせてあげたらいいからね。本当俺のところが行って、来るなってよくあるんですよ、確かに。あ、いや、何も起こさんねんけど、よくあるんですけど。言わしてくるというね。じゃあでもまあその警察の人らも、うん、俺らもな本当は応援したいねんけどなみたいなこと言ってあって、うん、いや本当ね、だからなんか作ってくれって思うんですけどね、うん、それやってもいい場所とか、うん、うん、そうですね、文化を育てる場所というのをもっとこうね、まあ、ね、増やしてくれたらええのになと思うんですけどね。うん、まあ、やってはる人もいますけどね。うん、まあ、ちょいちょいね、路上を一度は見てみたい。ありがとう。バリでは、パリかな、パリ。では、電車の中で演奏しているストリートミュージシャンがいましたよ。電車の中で、うちの先輩もやってたらしいです。電車の中でやったらしいですよ。さすがだね。さすがやなぁと思って。この、その神経の太さが必要なのかなみたいな。そっか。おお、さっくん先生だって。さっくん先生。俺の先生と呼ぶのは誰かな。ぜひ、何すかそれ、ぜひ名前を教えてくれるか。何もしないよ。何のキャラですかそれ。でも先生ですね、ほんまに。うん、教えてはりますもん、ね。まあそうです、ね。アレンジャー。講師もやってます。講師やってるから、はい、ほんまに先生ですもんね。そうなんですよ。京都の鴨川は行けますよ。ああ、はい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 。鴨川ね。鴨川は確かにそうかもしれないですね。僕も学生時代京都やったんでね、よう見てましたけど、うん、確かにね、警察さんも見逃してくれたらいいのに、そんな一生懸命仕事せんでもねってね、うん、ほんまね、そういう一生懸命してるというよりは多分、うん、本当に暇なんですよ、あの方。仕事がなくてね、暇ね、とりあえず動きたくて声をかけてるんですけど、うん、なんかでも通報する人も中にはいるらしくて、本当に、あ、なんか多分そういう人はね、ほんとね、やってるだけで気に食わないんやろうと思うんですよ。こう、路上ミュージシャンというだけで敵みたいな人がね、多分。だってそこまで毛嫌いしなかったら通報しひんのちゃうかなと思うんですよね。でしょうね。うん。いいと思うんですけどね、そんなおけでバーンって問題鳴らしてるわけでもない。そうそうそう、そうですよ、ほんとに。ね、なんか、
うん、なんか悲しいなと思ってね。確かにね。うん。うん。ね。そうか。うん。まあ、路上ライブはそんな感じで。逆にその路上以外でライブハウスとかもされてるんですけど、たまにね、してますね。あとあの大きい場所とかっていうのもあるんですか、やっぱり。大きい場所。ホールとかっていうのも。ホールはあんまりやらないけど。お話があったらね、うん、そういう時もありますけど、基本的には、なんだろうな、まあ、ライブハウスのあり方として、ライブハウスがとりあえず儲けるためにやってるみたいな感じののは、だから、僕としてはね、最低50-50やろぐらいやろって思ってるんですよ。確かに、まあ、ライブハウスの最低ノルマもらえれば、そうライブハウスはね、いいんで、ね。そうそう、だから、例えば、チケット1枚からでも、ギャラが出るであるとか、そういう風な仕組みの場所じゃないと、ちょっと僕嫌やなって思ってて、あんまりそういう意味では、ライブハウスはやってないんですけど、そういうぐらいのところじゃないと、なんていうのかね、集客が一番大変なんですよ。でしょうね、やっぱり大きいとこやるにしても言わなくちゃいけないっていうのはありますよね。だけどライブハウスは集客をしないんですよね。そうなんです、うん、とりあえず僕は「あ読めなかったの?」って言って「そう、うん、あそう」って言われて終わりなんですよ。そうそう、で、アーティストからその読めなかった分をお金回収できれば OK なんで、そうですよね。全然なんかこうライブハウスはなんかこうね、あり方っていうのは、なんかもうちょっとこう、まあ、頑張ってるライブハウスもあるみたいなんですけど、僕が知らんだけで。まあね、だそういう部分があって、ちょっとね、あんまりライブハウスやってないんですけど、まあ、だから代わりに今、まあ、やっぱそれでも生音っていうのが一番パワーあるんで、生音届けていきたいなっていうことで、まあ、できるだけね、まあ、とにかく車と、まあ、資金、旅費を貯めて、全国回りたいなってね、ほんまにちょっと思ってるんですけどね。いや、本当ね、だからその、資金が貯まるまで、まあ、さらにそのツイッターなりなんなりで、種まきをして、まあ、僕のね歌をちょっとでも聞いたいかなって、僕にちょっとでも興味があるっていう人を、もっとねたくさん、増やして、で、そういう風にね全国回るときに、例えばツイッターで、どこでも行きますよみたいな感じで呼びかけて、行くみたいな、47都道府県もちょっとずつ回るとかね、そういうことをねできたらいいなっていうふうに思ってるんですよね。車でね、そうソーラーパネルいい、ソーラーパネルいいですね。それガソリン代かからんからいいな。いいね、今日は太陽出てないんで動けませんみたいな、着きませんでした、今日は行けませんでしたたどり着けませんでしたみたいな。それちょっとありやな、面白いな、それできたら面白いね。いいんじゃないですか。大概軽量化しないといけないでしょうけどね。そうです、機材とか積まれへんかも。ギター1本だけで、ああ余裕でいけそうですけどね。いや、出してる間はどうしようもない。アンプ最低、まあ路上セットのアンプぐらいはね、最悪楽器店で買いますから俺。マジですか。もしマネージャーやったら、マジですか、待っててって言って、待ってて買ってきますよ。マジですか、それちょっと。ちょっと10万円ぐらいで収まるギターをすぐ買ってきて。マジですか。ポンと。なるほど。出ようとするからやってっつって。治安を守るために行き交う人の注意を引く行為には敏感なのかな。ああ、そういうことなんかな。確かに。そういう感じではない。まあでも見せしめにやってるような。あ、そこはある、そこはあると思います。やっぱり一人、天王寺でやった時には、一人をね、じゃあ君上手いけど一人を許したらみんなを許さなあかんことになるからごめんなって言われたんです。ちょっと嬉しかったです。なんか、なんでお前ためやねんと思って。俺が突っ込んのか。警察の職務は大変やろ言うて。2時間ぐらい夜やったから。まあでも確かに、まあね、確か人を許すと、そうですね、何でもかんでもっていうのはありますけどね。もう1時間45分やってる。今日は長いです。今日は長いですね。90分超えてます。まあ、どうなんでしょうね、さっくん的な感じとしては。俺的にはまだね、1時間ぐらいの感覚なんですけど、ね。もうちょっとでもいい感じですか、いいんですけど、いや、皆さんがね、質問だからね、疲れてきたってなれば。ああ、いや、どうなんでしょうね。なんか、どうなんかな、まあ、ちょっと。まあ、ほどほどな感じ。まあ、ほどほどに。もうちょいぐらいですか、ね。例えばじゃあ、最後にね、
この2人に質問があれば。そうですね、質問コーナーで。質問コーナーとしてね、ソーシャルストリームでね。うん、めったにないですよ。そう、めったにない。そうですよね。ユースケリームで質問受け付けるって今までやったことないんちゃうかな。ワンシーズンに1回もやらないですよ。年に数回ぐらいかもしれない。そうですよ。もうめったにない機会なんでね。なんか質問あったら、投げかけてもらえたらね、いいんじゃないかなって、この機会に。うん。うん、まあ、あの、ね、結構ディープな話でもいいんで。そうですね。何でもね。うん。うん、答えなかったらスルーっていうね。うん、答えなかったら。いや、基本答えますよ。基本答えますけどね。うん。うん、ね、あの今日の下着の色はブラックなのかピンクなのかみたいな、でも全然いいし、そこにしか、うん、何の色下着の色ちなみに何色なんですか今日ですか、はい、今日はね、あのヒョウ柄のボクサー結構なんかいかついですねヒョウ柄ボクサーが多いなと、ボクサーパンツ好きだよね、あ、そう、確認する、今確認する、あ、あれですね、白黒チェックですね、白黒チェックです聞かれるまでもなく、白黒チェックのトランクスですね、なるほど警察はユースとも関して、それはないよね、うん、俺的、どういうことや、そう、パンツの色ね、パンツの色、まさかのパンツの色、初晒しというね、初晒しねえ、僕はトランクス派なんで何でもいいですけどね。いやというわけで、はい、でもあんまり時間経ってる気しないんですけどね。ねえ、僕もね、なんかあっという間過ぎる感じがね、うん、でまだまだいける感じですけど、ね、この中でね。いきますね。さっくんさんは初めましてなのですが、どういうご関係でってね。あ、まあこれ途中でね、入られたんで。あ、そうですね。はい、まあ改めて途中から来た方のために言うと、うん、さっくんはアレンジャーをされております。アレンジですね、曲のアレンジをするお仕事されています。主にね、はい、J-POP 中心でね、はい、MBX とかソニーとかで ね、まあ、ねお仕事させていただいてます。うん、そういう感じなんで、まあ昔アメブロで知り合ってですね、うん、アメブロからあのこうしてね、うん、お仕事を、まあ、僕が依頼させてもらって、はいはいはい、でそこから徐々にねこう仲良くなっていって、うん、こう癒着してファンにまでなってしまったファンになってくれたっていう感じで、はい、まあこんな今に至るぐらいのね、うん、感じになってるという、そうですね、そんな感じですよ。まさかここまで、ね、そう、まさかここまで、ね、2年ちょっとですね、うん、そうですね、2年ちょっと、うん、でも最近ですよね、このガッと、うん、実際また会いましょうかって言って、うん、あ、音声撮りましょうかって、そう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 、あのが2ヶ月前ぐらい、そう、ちょうど2ヶ月前ですね、うん、撮ってメルマガで出したんですね、それぞれの、そうですね、互いにメルマガ持ってますからね、そうそうそう、お互いのメルマガでその、うん、収録してね、音声2人で音声を収録して、うん、それをメルマガでお互いのメルマガで紹介したら、まあ、面白いコンテンツになるんじゃないかってことでね、うん、2ヶ月前に撮って、うん、でその時の話でユーストリームに出たいんだよみたいな、そう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 、出てみたいんですみたいな風に出てみたいなって話で、ほんまにやりましょうかっていう、そうそう、あ、じゃあやりましょうみたいな感じでそんな、え、マジで、そうで、ここはできるんちゃうみたいな感じになって、うん、そう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 、でここのね、まあ、サックの個人ブースなんですけど、ここは、うん、大阪のね、仕事場の一つで、ね、そう、仕事場の一つ、はい、ここでやったらいいんちゃうみたいな感じで、やったら、ね、あ、できるやんみたいな感じで、うん、ボーカルとか撮ったりする、そう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 、仕事場なんで、うん、今日は2人入れるスペースなので、はい、やってる。ピアノの方でしたっけ、全部ですよね、ピアノ一応は全部ですけど、まあキーボーディストですね、一応、うん、もともと一番だからされるのはキーボード、そうですね、そっからドラムされたりベースされたり、そうですね、ギターもちょっとみたいな感じですかね、はい、ちょこちょこって感じですね、まあ打ち込みとかね、そのまあメイン、打ち込みがやっぱ多いかな、はい、うん、最近はそうですね、劇班でやっぱり映画のトレーラー、うん、告知用の30秒で流れてるやつと音源を作ったり、はあ、マジですか、 CM 系も、新しいプロデュースのアイドルのグループもあるので、うん、またそれもチェックしてもらえれば、マジですか、それなんていうアイドルとかで言ってるんですか、ね、これはね、もうちょっとしたらメルマガで書こうかなと、おー、じゃあ情報解禁まで待ってもらえれば、なるほど、じゃあ、はい、サックスのメルマガもぜひぜひね、はい、はい、メルマガちょっと出てないですけど、ね、メルマガ出てないあのサックなんて検索したら出てきますか、サックのブログは、サックのやつはね、アレンジャーサックンみたいな方も出てくる、あ、なるほど、アレンジャーサックンで検索していただくとですね、うん、アレン、サックンのねページのね、アルバム、アルバムじゃない、メルマガに、メルマガね、あのアメブロの記事に、うん、から
メルマガ登録できるんですね。そうですね。うん、なのでね。作曲アレンジャーって書いてるんで、ね、そこに、うん。まあ、あだ名で入れてるんで、割となかなかあだ名名乗ってるクリエイターって言われてる。そうですよね。確かに確かに、そう言われれば。さっくんとか普通に言ってますけどね。そうそうそう。あえて、あだ名にしたんですよ。はいはいはい。親しみがやっぱ出ますよね、さっくんの方がね。うん、普通に。それをちょっとね、って呼びやすかったんで、うんうん、にした方が検索もしやすいかなっていうので。なるほど、なるほど。そういう、さっくんって呼びやすいですか？どうですか？呼びやすいというか、さっくんっていう言葉っていうか、うん、検索ワードってなんか多分、さっくんだけやったらめっちゃ出てくると思うんですよ。うん、ぐわー出てくる。いますね、やっぱり。うん、だからアレンジャーさっくんで検索するっていう発想は面白いですね。うん、なるほどなと。いいんじゃないかなと思って。うん、さっくん呼ばれてたあだ名でね。うん。ああ、なるほど。はい。なんか言われてますよ。さっくんは指輪をされてますが、うん、ご結婚されているのですか？あ、既婚者ですか、どうぞ。ね、結婚するかどうかっていうところまで。うん。いや、まだしないですけどね。いや、まあ、彼女います。まだしないです。ちょっと家の字はって、ね、いろいろ話してるんですけど。そこまで言っちゃっていいんですか？交際相手はいます。家の事情があって。家の事情があって、ちょっと。そこまで言っちゃっていいんですか？いや、ちょっと踏み切ろうと思ってるんですよ。いろいろ考えてて、結婚に踏み切ろうと。はい。いるんですけどね。ねえ。うん、まあ、独身なんですよ、はい、今現在独身やけども、まあ、結婚、うん、競技中、はい、競技中というか、まあ、俺の中で思ってて踏み出そうかと思って、ね、なるほど、一歩踏み出す、はい、問題が片付いたらなるほどね、はい、プロポーズしようかなと。わあ、かっこいいぐらいですね。素晴らしい、はい、プロポーズ。そういうわけでございます。お、これだなって言ってさっくんのアメプロのリンク先を上げてくれてますんでね。お、はい、ぜひぜひこっちから。あ、さらしてくれてるんですね。さらすって。紹介してくれてる。あ、合ってますよ。うん、これですよね。はい、うん。ここからね、さっくんのメルマガも登録してもらったら。はい、じゃあじゃあ、とある、拙いブログですけど、いろいろ、素晴らしいですよ。ね、手当たり次第見ちゃってください。赤裸々なことも書いてますからね。うん、たまにめっちゃ赤裸々ですよね、本当に。うん、めっちゃ下ネタやったり。確かにありますね。なるほどなと思って、うん、こうやってこう読者の心をつかむんだなとか思いながら。なるほど、そうなんですかね。いや、僕がっつり使われてますよ、毎朝。マジですか？毎朝9時ぐらいに更新されるんで、ね、9時8時ですね。予約更新ですかね、あれはね。そうですね、朝方に書いて、うん、はい、そうっす、ね、俺が寝る頃にいつも更新して朝に寝るんですけど、書いてカーって起きたらコメントがついてたりとかあるんですけど、大体そうですね、朝方に、うん、まあ書き溜めて今日はこの記事がいいかなっていうことですね。で、時事的に今日あったことを書いたりして書きますね、うんうん、プロポーズ素敵ですねって言ってお前ですか？プロポーズの言葉とか考えてるんですか？言葉、うん、一つになろうで。いや、嘘ですよ、そんな。それはおちゃらけですよ。面白いな、それ。おちゃらけですよ、それは。一つになろうで。もうなってますよ。おお、なってます。まさかの。まあ、それは誰も、ね、俺と一つになろうぜ。ね、秘密という、まあ、考えてるといえば考えてます。はい、合体しようぜ、みたいな。合体しようぜ。ね、ロボみたいなね。そうそう、ロボみたいなね。うん、言葉考えてます。なるほど。ちょっと時期が早いかなと。なるほどね。いろいろ考えたら。プロポーズの言葉とかね。やっぱ欲しいんちゃうかなと思いますよね。うん、ね、まあそうですよね、うん。気づいたら席入ってたっていうような。サプライズを言わない。それびっくりですよね。マジでみたいな。あれ家族になってるみたいな。いつの間にか。いや、俺もびっくりですよね。そうだったら。ちょっと待ってくれっていうような。寝てる間に勝手に暴飲をされたみたいな。うん。抵抗持っていかれてこう、ピタッてこう。そう、うん、先生、ファイト、うん、う。応援の言葉が。頑張ります。ありがとうございます。もう、ぼちぼち10時ぐらいですかね。そうですね。うん。どんなもんかな。結構、時間も。そうですね。いやー、すみません。もう、質問とかないかな。もう1個、2個ぐらい。うん。ネットにないんでね。こんなおっさんですけど、なんか知りたいことあれば。ね、もうめったない機会ですからね。ブログでもね、うん、質問は全然答えできるんですけど、うん、このリアルタイムで、そうですね、っていうのはなかなか。リアルタイムっていうのはね、大事ですからね。大きいですね。ぜひとも。本当にさっくんのブログはね、うん、
ぜひ音楽されてる方はね、見られてほしいなと思うんですよね。うん、あ、ぜひともチェックしてもらえれば。あの、全然音楽わからない人でも、やってみようかなと思うのをコンセプトに書いてあるので、うんうん、作曲池内祐介、編曲作家、作詞池内祐介、一つになろうぜ。そうですね。まあまあ、そうですね。一つになろうぜ。一つに、みんな一つになりましょうよ。今までの会話が、歌やみたいな。うん、ああ、ね。いや、わからん、適当な発言ですけど、今の。まあでもそんな気もしますよ。まあ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 、うん、こういう一つのコンテンツですかね。そうですね。俺も今日は僕は生きるなんで。どういう意味ですか。俺も今日は俺も僕はって言うたら言えないですか。俺も今日も生きる。俺は今日も生きる。俺は今日も生きる。俺も今日も生きる。うん、そうですね。今日もか生きるね。今日も俺は生きる。おりゃ生きる。おら、はい、今日もおら生きる。そうですね。俺のメインコンセプトにしようかな。メインコンセプト、俺も生きるをテーマにしてこうなんかしたいなと思ったんですけど、ね、おいおいおい、うん、なんかしたい。例えばそうですね、あのやっぱ俺もね、うん、こうやって普段音楽やってますけど、うん、やっぱりね生きてるのって結構しんどいことな、大変なことなんだって最近僕分かってきて、やっぱ周りがこう、うん、どんどんね年々やっぱね、うん、順番で言ったらやっぱ俺は死んでいくから、ね、やっぱり生きていくと、うん、なんかこうねうまく言えないですけど、大変なことはすごいことなんだなっていうのは、うん、生きてるっていうのは、はいはい、でもそれをあえて作品にしようっていう、うん、なんかそのどうせ死んでしまうなら残したいっていうのがあって、はいはいはい、残したい、うん、誰か一人で見ると聞いてくるっていうか、多分もうたくさん聞いてほしいんですけど、うんうん、なんかこうの何かを残して死ねたい、うん、ね、どうせならっていうのを最近特に感じる、あなるほど、そういう人を見ていくとやっぱり、はいはいはい、何も残せなかったっていう人も聞いてて、うんうん、この人は何も残せなかったっていうか、その死んだ人に向かってって思ったけど、やっぱその、うん、そうやって言って死んだ人もいるから、うん、まあ、自分が言ってるんですね。そうそうそう、うん、それをやっぱり爺様が見ていくと、自分はこうなんかこうなんて言いますかね、胸張ってこう残して死んでいるようなものを作っていきたいっていうような。そうそう、僕もめちゃありますね、それは、うんうん、なんか今日も僕は生きるを、まあ、ボットで、うん、あのツイッターのボットで自動でねこう定期的に配信、はい、こうした時に、うん、できるようになった時に、はい、まあ、あの僕これ一つ残せたなちょっと思ったんです。僕は死んでも残るんで、そのボットが勝手に毎朝今日も僕は生きるってくるから、うん、これ一つなんか残せた感があって、うん、でなんかこう歌を作るとかっていうのもやっぱり残したいっていうところなんですよね、うん、男の方がね多分あると思うんですよ、残したいっていうのが、その、うん、女の人って子供を残せるじゃないですか、産めるっていうところがあって、ね、男の方が自分で産めない分、うん、残したい願望が強い場合が多いって、ね、うん、言いますよね。そうですね、確かに、ね、そうですね、産み出すっていうことはやっぱりね、うん、確かにね、産みたいんですよ、男だって産みたいんだよっていう。そうなんだよ、プリッとみたいな、ね。そうそう。プリッと。プリッと。そう、うん。そんなツルツルとできないんですけど。いや、大変やと思う。まあ、子供のぐらいほんまに大変なことで。うん、ほんま自分の子供ですよね、曲は。そうですよ、本当に完全に。自分の子供ですからね。ね、どんなボツになっても、うん、ね、可愛いもんですよね、やっぱり。うん、いや、本当にね、そうですよね。うん、今日は、ね、今日はオラも生き延びる。うん、俺はね、うん、今日も行きますから、うん、今日も俺は生きるを編曲で出してください。 あ、マジでマジで出します。俺が書けばいいのかな。あ、なるほど、それは面白いですね、それ。あ、本当に書いてみていいですか。じゃあ僕それあの歌うみたいな、仮歌じゃないやんだっけ、あの歌ボーカル参加で、そう、ボーカルだけ入れるみたいな。ついに俺の楽曲がついに確かに、あの演曲参加してますけど、俺のオリジナル C 曲で提供っていうのがないので、うん、前も音声で話しましたけど、ね、ギャグのことをチャレンジしていくっていうの、テクノ的な歌も面白いんじゃないかな。本当にやろうかな。やりましょう。いや、それじゃあ、ね、終わったってやりたいですよ。ぜひ歌いますよ、僕それ、うん。やってみたいですよ。でね、そういう、ああ、それ面白いですね。うん、作詞、作曲、作曲、歌、池内祐介みたいな。うん、ああ、なるほどね。ちょっとオケバージョンで、オーケストラセクション見て豪華にこう、めっちゃ面白いな。して、面白い曲にしたい。なかった。そうですね。なるほど、面白いですね、それ。これ、めっちゃ思いつきなあれやけど、でも面白そうですね。完全になんかソーシャルストリームの、なんか何気ない一言が採用されちゃったみたいな。
まあ確かにね。音楽関係の人は夜型というのは古いイメージなのかなっていうことですね。朝型の人もいるんですけど、ぶっちゃけ言うと朝も夜も関係ないですね。もうずっといつでも起きてる感じで、疲れたら寝るし、締め切りが終われば、間に合えば、とりあえず寝てしまう。っていう感じで、昼夜関係なく、朝昼よくあんまり関係ないですね。夜型の人は確かに多いからっていう人は多いですけど、夜の方が静かそうですね、っていう部分はあるかな、集中しやすいんですかね。そうですね、僕は完全に夜寝る人なんでね。そうですね。まあやっぱ体調って結構大事なんですよね、歌う時って、やっぱちょっとでも眠気があったら、満足するテイクが取れない確率が高いんですよ。やっぱ人間の体は夜寝るようにできてますからね。寿命縮めてるんで。ほんまそうですよね。結構ほんと命削って音楽に注ぐっていうのはほんまにそうですね。あるんですけど、いや、その生活できるのすごいなと思います。なんかそうですね、やっぱうちも職人家系で、早く死んでるんですけど、やっぱり一心でそれやってて、はいろ、はい、んな服やるんだったり、まあ服飾やってたんですけど、うちの親さんと。それでもね、働きすぎてちょっとあれ体壊しちゃって、はいはいはい、やっぱほんまに死んだって言って、自分もやっぱこういう風になるのかなって、はいはい、それも悪くないなって思ってて、だからもう体がガンガンいけるうちにいっぱい作品作って、それもさっき言ってた胸張って死ねるように、そうですよ。なんかね、朝昼夜は関係ないですけど、全然今は生きたって言って死にたいみたいなね。そうそう、やりきって。そこはありますね、やっぱ。なんかこう、ね、やっぱ死ぬ時にね、こう、もっと残したかったって、まあ、言うやろうけど、もっと残したかったは言うやろうけど、ある程度ね、やっぱりこう、でもこれは残せたなって言いたいっていうところね、あるかな。そうよね。確かにそうありますね。ですね。ですね。強いですか。いい時間になってきましたね。そうですね。結構、ある一定ラインから減ってないってすごいな。本当に言うとね、俺出ることによってね、視聴者減るんじゃないかなと思った。ああ、いやいや、全然そんなことないです。なんか、絶対楽しいと思います。見ている人、うわぁ、すごいの来たよ、みたいな。いやいやいや、絶対そうじゃないです。絶対どんな人かな。番組関係ね、出るとね、はいはい、結構ね、バッシング来るんですよ。どんな関係者から。どんなバッシング来るんですか。いやいや、なんか、多分ね、うん、生理的に無理なんだと思います。どんな、そんなことないでしょう。いや、でも、なんかあるみたいで。うん、まあ番組やるんですけどね。ゴールでも絶対出れなっていう。深夜系で。そんなことないそんなにやばいことも言ってないんですけど、ね。いやいや、そんなことないでしょう。元気みたいですね。なんでしょうね、多分出演っていうメインの人を壊してしまうのかって。今日はちょっといろいろ考えながら。ちょっとオーラがあるんか。オーラがあるのか。オーラ的には多分だと思う。オーラがありすぎるんじゃないですか。そこは毎回ね、はい、多分変に濃いんだと思います。まあまあ、濃いオーラはされてる。そうですね。確かに。そうそう、うん、そういう人間がいっぱい集まったら、ね、うん、そこをなんか潰してしまうことがあるらしくて、ね、今日もちょっとバクバクだったんですね。いやいやいや、もう今日は絶対楽しくなるやろうと僕は確信してました。よかったですよ、うん、これね、しょっちゅうやりたいんですけどね。あ、そうですね、本当に僕も、ね、あんまやっても、うん、また来たよということで、たまにちょっと、マンネリになってしまうのも、まあそれはそれで問題なんでね。数回でもいいんで、うん、ヒューさんが良ければね、うん、全然関係ありませんが、池内優子のデビューソングはまだですか。テキーサッカーさんが返却されると。池内優子ね、それもまた予想外。どうリアクションしていこうかな。やります。池内優子か。やりますか。優子ちゃん、どう歌ったらいいんやろうな、それ。なんか。本当にやりませんか。いや、本当にやっちゃうんですか。本当に。結構本気な感じですか。俺は、さっきオリジナル作って言ったでしょ、はいはいはい、ほんまに書くつもりですか。どういう、例えばほんまにやるとしたら、どういう曲になるんですか、うん、多分ね、こういう感じ。割と女性的な面がすごいかなって。どんなんやろ、ちょっと想像できないです。もうで僕もどういうふうにこう、ゆちゅうこいいな。ゆちゅうこだから、あれですかね、AKB 的な歌みたいな。はい、曲みたいな。まあ、それでもいいですけどね。感じなんですか。どういうのが。と全然想像できない。パフューム的な
感じなの。とりあえずやってみますそんな、とりあえずとりあえずわかんない。それは面白そうですね。まあでも、音楽はとりあえず始まるんだ。あ、確かにそれは。妙に納得してしまった。やれば。ああ、なるほどね。うん。いいアイディア。なるほど。ですか？なるほど。あ、採用され、これも採用されちゃったね。すごいな、なんか。今日の採用率すごいな。そうですよ。また出てください。ほら、また出てくださいって言ってはるんですよ。出ていいですか？またしてほしいですって、ほら。じゃあ、ぜひ出たいと思います。そうそう、研究に戻ります。ありがとうございます。ありがとう。野望はありますかってことですけども。野望どういう野望ですかね。どういう野望野望に種類がある。野望に種類。ああ、作家としての野望ですかね。ああ、そうなんかな、やっぱり。まあ、それは、やっぱり、ミリオンとか出してるんですよ。リアルにこう。おお、なるほど。まあね、お金だけじゃなくて、こう、まあ、そういう作品を知ってもらえるっていうのもあるし、もっといろんなことができますからね。これがこう、ちょっと、もうちょっと有名になれば、池さんっていうのを、もっとこう、前面に出せたりとか。なるほど、なるほど。これ面白い、これ。死にたかった、死にたかったっていう。ああ、やりましょうか。池さん。それでも、完全にパクリじゃないですか。俺ね、一回それね、パクったことあったんですよ。マジですか？ディレクターに止められて。やっちゃったねって言われて。やっちゃったね。パロディーとして許されへんのかな。なんか、まあ、4小節ぐらい同じやつ出して。わざと狙ってやったんですよ。あ、そうなんですか。通ると思ってダメ元でやったんですよ。あかんかったんや。いつもリアクションのないディレクターだったんで、ちょっといじめたろうと思って、出したんですよ、相手わざと。で、やっちゃったねって言われて、なんか面白くないリアクションだったの。ああ、そうね。もうちょっと怒ってくれみたいなのがあって。呆れられてしまった。なるほどね。死にたかった、死にたかった、イエスで。いいですかいいですかって言われても。イエスでいいの？いいのかなそれは。パクっちゃうのはどうなのパクっちゃうのは、まあ本当はダメです。パクらない感じで。パクらないで。パクらないで、でも雰囲気だけ。雰囲気だけ。こうもらって。死にたかった曲ですか死にたかった。死にたかった曲はね、彼だからいい曲であって、俺が書くとリアルなんですよ。ほんまに死にたくなるんや。ほんまに死にたくなる曲。あ、でも女性目線の歌いっぱいあるじゃないですかって。なるほどね。まあまあ確かにそうですね。僕の歌で女性目線の歌ありますから、ね。確かにあります、ね。ちょいちょいありますから。うん、あ、そういうイメージなんかな。うん、あ、ちょっと、そういう意味だったらまあありかなと思った。なのでね、俺が出しゃばって曲をこう提供っていうのもまあいいと思うんですけど、池谷さんのもともとの特性をこう、良さを生かしたアレンジをより知ってもらえる方がいいのかなっていうのは。あー、なるほど。こんだけ、グッと変わってしまうんだよっていう。もっと良くなるんだよっていうような。そういう感じだとやってみたい。知ってもらいたいっていうのも。それはぜひやってみたいですね。自分の新しい一面を知ることもできますし。もし俺が普段こういうことやってるっていうのも知ってもらえるきっかけに。ああ、そうですね。確かにそうです。っていうのも。それはありですね。あ、なるほど、なるほど。そうそう。まあ、アーティスト的にもやりたいんですけど、両方をこう、少しずつでも見せていく方がいいの。あ、なるほど。うん、なるほどね。はいはいはい、はい。1、2曲でもいいですけど、それを見ていってもらえれば、知ってもらえるんだよね。っていう話でわからない音楽的な部分ですか、いやいや、わかるんちゃいますやっぱり、ね、面白い。そういうのができればいいかなと。夢の印税生活ですね。夢の印税生活。印税、確かに。印税もね。印税いいですよ。いいですよ。印税は入ってきてるんですか？印税はでもちょこちょこ曲で。ちょこちょこ。いいですね。印税そうですね。まあでもみんな夢ですよね。印税だけでやっていくっていうのは。夢の印税生活。あなたにかかってきます。これはもうバックアップする立場なんで。ああ、なるほどね。そうかな。なるほどな。野望でだからまあミリオンを出すっていうのが一つ、なんていうかお金だけじゃなくて、まあなんていうかな。いろんなことができるようになるしっていうところですよ ね、 そ, うね、それだけ多くの人に伝わってるっていう証拠でもあるんですね。そこは確かに、うん、本当ね思うんですよね。そのどんだけ貢献できたかっていう部分、お金っていうのが、っていうのはそのイコールにはならないけど、今日も考えたんですけど、まあ結果ですよね、単なる。例えばそのなんていうかな、無償でめっちゃこう貢献度の高いことをやってたら、うん、確かにお金にならないので、だからイコールにならなくて、そのマネタイズ能力っていうのが正常に機能してたら、だそれを、なんていうか、やったことを普通にお金もらえるようなことが正常に機能してたら、うん、貢献度イコールお金になるかなっていうのはちょっと思ったんですね。うん、まあ、あくまで結果としてね、うん、見えてくる部分では、ありますね。うん、ですね。
確かにね、ということで、まあ確かにそうミリオンね、うん、いいなと思いますけど、今でもミリオンって出てないじゃないですか。ミリオンはなかなか出ないですね、うん、もう数年出てないじゃん。もう7年ぐらいはね。まあ秋元事務所のね、あれ出てるんでしたっけ。ミリオンあれは出てますね。 AKB は出てます、ね、出てましたっけ。あれミリオン言ってるんですか。あれミリオン出てますよ何回か。そうなんや。うん、あ、そっか。まあまあ、東京、あんま大きな声で言うんですけど、はいはい、CD を売ってるわけじゃなく、あれはもう握手券が入ってるので、まあまあ何回か何百枚ね買う人がいる。彼は商売上手なんだと思うんですけど、すごいですよね。うん、印税がっぽい。でも先生はやめないでくださいねっていう。いや、やめないですよ。もう教えるの好きですからね。やっぱね、仕事をね、こうね、やめるとかっていうことじゃない。なんていうかな、お金が大量に入ってきても、うん、こうやめないことだからこそ、やめ、うん、やめな、それでもやりたいことやからこそやってるっていう部分はありますよね。でないと音楽やらないと思うんですよ、うん、やっぱりその講師っていうのも、まあ、確かにお金的なことを考えれば、うん、音楽の方が作る方が良かったりするんですけど、うん、それでもやっぱり続けるっていうのはやっぱ純粋に教えるのが好きっていうのと、うん、やっぱその教えてることによって、うん、アーティストが育っていって、なんかこんなんできましたとか報告やっぱあるんですよ、そっちは。だからなんか自分がやっててよかったなって思う部分があって、それは大きい、ね、そうですね。うん、僕はまあお金月謝もらってますけど、あくまで形なので、うんうんうん、うん、まあ続きますね、何があっても。そうですね。いやもうね、うん、そっか。僕はもう何やろうな、僕は別にあれなんですよね、うん、そういうミリオン出したいとか、まあなんかツイッターでも言ったかな、昨日かおとついぐらい、はいはい、なんかあのミリオン出したいとか有名になりたいとか、うん、っていうのは、うん、うーん、やっぱ通過点やったり、うん、求めるものではないんですよね、僕が、うん、目的では、目的ではないんですよね、うん、手段、手段やったり、まあ、なってもいいけど、ならんでもいいみたいな。一つの結果にしかない。そう、なんかそこまでの魅力はなくて、僕にとって。それよりも、やっぱりね、人の役に立ってる、うん、音楽で人の役に立ててる、うん、っていうのが、めちゃめちゃ、嬉しいというか、なんていうか、残せた感が。やっぱそれはすごく俺もありますよね、うん、大した特技ないんですよ、うん、もなくて何ができる、やっぱ喧嘩ばっかしてましたし、うん、あんまりもうそれこそさっき、ね、路上で殺人言われるとかあったんですけど、それこそ揉めてましたから何一つも貢献とかそんなのなくて、うん、人のためになったことなくて、うん、やっぱ音楽作ってそのやっぱいいねっていうことを言われてから、やっぱり、あ、なんか生きてる意味に何かあるのかなっていう、生きる意味を見つけたというか、居場所はここなんだな、あ、それですね、居場所はここなんだ、まだまだだけど、これで一生やっていこうっていう、腹をくぐれる機会になったんです。なんかそれを糧に生きているというか、あ、そうだからそうですね、僕がやっぱ野望としてあるのはやっぱり、うん、その自分の居場所っていうかテリトリーっていうか、うん、そこをねガーッと広げたら、うん、その僕のためっていうよりもやっぱりみんなが楽しい、僕も楽しいけどみんなも楽しいんじゃないかなっていう部分があるんですよ、うん、そういう意味で、あの何万人か、うん、まあ、僕最低3万人ぐらいはこの国に僕のファン予備軍がいるだろうと思ってるんですけど、うん、ああ絶対いますよ、知らないだけで、うん、そう知らないですよ。僕はだから今僕がやるべきことは多分露出を増やしたりね、うん、あのよりたくさんの人にちょっとずつ歌を届けていくことっていうのが、うん、あの大事なんだなっていうのは、まあ最近路上ライブやったことによって思ったことなんですよ、うん、まあ、それまでは今まではずっと修行というか、うん、自分のクオリティ高めるというか、うん、そういうところばっかりやってて宣伝全くしなかった、他の人にもあまり聞いてもらってなかったんですけど、うん、で、まあ、そこからまあ2年ぐらい前にユーストリームでちょっとやってみ、ちょっとというかね、うん、まあ、ちょっとでも知ってもらわなあかんということで、うん、あのインターネット使って、インターネットほぼインターネットのみぐらいの勢いで宣伝してたんですけど、うんうん、そこからまあ実際に生歌っていうのを路上に出て聴いてもらうっていうことによって、うん、あこれ僕もっとちょっとほんまに人にね聴、うん、いてもらうというかね、うん、歌をもっとたくさんの人に届けなければならないって思って、うん、そういうふうにちょっとずつね自分の立ち位置というか居場所っていうのをね広げていくことが自分のためにも誰かのためにもなれるんじゃないかなって思って、うん、そのためにですね、やっぱりもうまあ、プロデュースとかもねしてみたいなと思って、うん、あ、はいはい、結構いいとこまでどんどん日に日にね、うん、なんか新しいのを
俺も発見があるんで、そういう意味で力になれてない。ああ、そうですか。うん、俺は出しゃばって一人で、張り合って対バンするとかじゃなくて、クリエイターとしてね、ケイジ・ユースケとの、その隠れファン3人が出てきてくれるような、俺も今日暴露したでしょ、実はファンだって言わないだけで結構いると思うんですよ。そういう人をこう前にこう寄ってきてくれるような、もう増やせるように、なんか俺ができればいいかなっていうか。なるほどな。全面教室がやりみですね。ああ、それちょっと楽しそうですね。うん、楽しそうやな。本当に。いや、それぜひね、うん、うん、やってみたいなと思ってたけど。いや、かなりその、願ってもない話すぎて、うん、なんかこう、嬉しすぎてどう反応していいかわからないですけど。まあ、後々その話は。うん。まあ、今日もね、まあ、夜、これ終わってからも、さっくんとね。飲み明かそうぜみたいな。そうちょっとアルコールが入るかもしれない。いろんな話をしようかなと思ったんですけど。うん、とか、まあ、音楽のことでもね、いろいろ教えてほしいことがあって、うん、あなたを好きなばかりにっていう歌もね、こうアレンジしようと思って、ね。ちょっとプチレッスンをしつつ。そう、プチレッスンをしてもらおうと思って、先生に教えてもらおうと思ってですね。もう、大げさ関係なくね。さっくん実は結構年下なんですよね。そうなんです。うん。やけどもう、本当に、まあ、僕は尊敬してるんでね。こんな顔してますけどね。だいぶ下なんです。結構年下なんです、ね。うん、そうです。いくつでしょ？言っていいんですか？20代前半です。そうですよね。前半ですよね。前半ですよ。そうですか。今日の業界はもう16で入ってるんですけど、うん、そこそこはまあ長いですけど、まだまだあのね、出てなんで。うん、これですね。本当に、さっくんのね、ブログ行って、ぜひぜひ、デモ音源とかね、聞いてみてください。すごいいい感じなんで、うん、そのデモ音源聞いて、あ、なんかこうこの人に依頼してみようと思ったんですよね。お、うん、なので、はい、ぜひぜひ聞いてみてください。はい、はい、素晴らしいんで、こんな感じかな。はい、はい、というわけで、どれくらい喋ってますか？結構喋ってますね。2時間10分。2時間10分。2時間15分ぐらい。眠くないですかね。しんどくないですかね。まあ、今ぐらいがちょうどいつものユースケディムが終わる時間なんですね。あ、そうなんですか。そうなんです。まあ、早い時は10時に終わりますけど、まあ、9時スタートです、ね。ちょっと、まあ、乗ったりとか、こう、ね、まあ、気分によって伸びたら大体このぐらいの時間か、ぐらいになるんですね。うん、36ぐらいに見ました。すごいこと。ああ、全然気にしてないですよ。感性的に正しいですからね。確かに。そうですね。確かに、まあ。僕も同じ年ぐらいなんかなと思った、うん、もう前半っていうのは、ね、聞いてびっくりしたんですけど、ね、正直ね。前半すごいなって。まあ、それもまあ、その見た目とかじゃなくて、やっぱりその。もうすぐ、ね、後半になりますけど。おぉ。前半なんじゃないか。そう、やっぱその曲とかが洗練されてるんで、本当ですか。そういう意味で、もうちょっとね、やっぱり。イメージでは30代かなと思ったんですよ。その、ちょっとお会いする前ね。お会いする前は、ほんとそう思った。多分ね、感性的にも、うん、だいぶ、年配の人が多いんですよ。はいはいはい。だから、同い年とはね、ギャーって言うぐらいしか会わんくて、いつも喧嘩になるんですけど、なんか、割と年上の人多いですよ。結構。そうですね。喋りもね、おっさん臭いって言われるんでね。ああ。声がそう言われるやな。声が特に。ちょっと若作りしようかなと思ってるんですけど。うん、まあまあ、でも若さも出てると思うんですけど、特にまあ、親父臭いのかなっていうのは言われますね。36ぐらい、正解です。見た目的には。確かに。見た目っていうか、なんか考え方とかね、やっぱむちゃくちゃしっかりしてるっていうか、どうですか？やっぱ年そうじゃないよねっていう。その、そうそう、もう、なんか大人よねって思う。ことが非常に多いですね。やっぱその修羅場くくったりとかしてるからかなとか思うんですけど。まあ子供の時からね、ちょっと余裕があって、うん、とにかく自分しかいなかったからもうすでにどうやって生きていくってなって、うんうん、あーはーはーはー、もう動かれへんし、もう10代でね、親がやっぱ全然ダメになっちゃって動くなって、うんうん、自分しかいないってなって、そこからいろいろやりだして、うん、一人に。一人前になったんですね、きっとそこで。一人前に、すごいですね、もっとなれるようになって。白髪がね、最近増えてきたんです。そこ一人前になりすぎたんですね。あれですよ、最近まで金髪にしてて、ちょっと剃ったんですけど。ああ、ね、そういえば金髪。金髪ガンガンやってたんですけど、今ね、カラーリングっていうよりね、白髪染めですから。ほんまにあるんですよ。白髪染め置いてるんですよ。
白髪染めないよ。染めるっていうより。あのね、本当にね、嘘かっていうぐらいと思うんですけどね、本当に白髪出てきて最近。ああ、そんなに。ちょっと神経質なのはあるんですよ。はいはい、確かにいろいろこう、見た目的にそんなないやろって言われるんですけど、結構追い詰めてしまうんで、そうなんですね。一人の時間危ないっていうね。だからまあ音楽やるしかないって、だってぼーってしてる時間は、俺にとっては自殺行為というか、やばいですね、いろいろ考え込んでしまうんで。そこでこうクーッとなっちゃうんですよね。本当に白があるんですいっぱい。何本か。真っ白には見えないですけど。何の暴露や。ちょっと、うん、息急いでるとは言われるんですよね。肌に出てるとは。まあまあまあね、息急いでる。息急いでるわ。ほんまに不規則なね、うん、こう身を削る生活して音楽を出してるわけですからね。すごいひどい言い方ですけどね。息急ぐって。よう言うなぁと思ったけど。急い、うん、先生、年上かと思ってましたよ、逆に。まあ衝撃、普通はそう見えますよね。衝撃。確かにね。白髪を発見すると抜いてやりたくなりますね。抜いてやりやすい。抜いてやりたくない。確かに、やりたくない、うん。抜いてください。抜いたらあかんって言いません、でも。でもそうなんですかね。また増えるんですかね。なんか抜いたら増えるって言いません？白髪って。まあ基本は増えますよね。うん、確かに抜くと増えるような気もします、ね、で新しい髪の毛が中途半端しか入ってこないから。そうか、そうなの。でもこの際貫禄出しましょう、徹底して。いいおじさまになれるように。逆に全部白く染めてやるとか。白くね。そうそう。でもね、俺優しさがちょっと滲み出てこないって言われるんですよ。優しさが確かにないかもしれないですけど。どういうことですか？優しさがなくて。そうないでしょ。じゃあまあ役所工事みたいなあの、いいおじさま衆みたいなのこう出てこなくていい、ほんまにじみ出てこへんようになってるって。それは俺の根本にないからじゃないのって。それはでも逆にほんまに年を重ねたらっていうか。出てくるかもしれないですね。根底からないっていう。根底からないってなんかちょっと絶望じゃないですか。ちょっと根底がないって言って俺生きていかれへんと思って。絶望するしかないです。根底からない。ひどいな、それ。言われてる。ボロクさんに言われないんですよ。すごいですね、それ。すごいすごい。全否定じゃないですか。俺だからええよって言って。お前こうなるとこなんですけど、もう分かってるからええよって。そうね。っていうね、柄の悪い大阪のおっさんなんですけど、ね、そうですね、うん。大阪の人は結構古典版に言いますよね。古典版に言いますね。すごいすね。俺もこう言っちゃうんですけど、みんなね、そんなんじゃないけど。次の日、ね、ケロッとした顔してますよ。大阪のね、特徴ですね。特徴ですね、確かに。それすごいなと思うんですよね。やっぱ、うん、特殊ですよ、やっぱり。その大阪だけやと思います、そういうとこって。もう東京生まれなんですよ。あ、そうなんですか。大阪で育ってるのがないんで、はあはあ、向こうに帰ると知り合いやっぱいるんですね。はいはいはい。なんでそんなきついこと言うのって。いや、こうなんですそうですね、そうなりますよね。うん、って。あと外国人の仲間もやっぱ何人かいるんですけど。うん、やっぱ大阪に行くときついような感じはあるねっていう。でも、やっぱ日本語はちょっと乱雑に聞こえるみたいな。ああ。らしくて。でもなんか愛はあるみたいな。あ、そういうとこはわかる。愛もちゃんと感じるみたいな。らしくて。なるほど。でもそれは確かに言われるなっていう、ね。うちの母が大阪なんですよ、実は。実家がね、うん。大阪なんですけど、まあ奈良に来て、うん、本当にその大阪のノリのまんま奈良の人に接したら、うんうん、こうみんななんでそんなひどいこと言うのっていう、やっぱり、うん、こうあれっていうこのオチ、うん、オチを求めるじゃないですか。オチであったり、うん、なんていうか自虐で終わったりとかありますね。そういう部分っていうのが全部通用しなくて、うん、なんかこうただ嫌味を言っただけに取られたりとかして、なんかこう それで疎遠っていうのかな、はい、なっちゃったりみたいなんで、すんごい苦労したって言ってましたけどね。ずっとこう突き刺さるんですかね。そう、突き刺さるんです。慣れるとね、そんなに。だから大阪の人ってこうバンと突き刺してきても突き刺し返して終わりみたいな。そうなんですよ。それでアハハなって終わりみたいな。そうそうそう。とかある。相殺されちゃうんですよ。そう。そう、他の県とかってこう、うん、突き返さないですからね。うん、ないですね。うん、確かに。うん、まああるね、それ。やっとそれでちょっと慣れてきたんですけどね、うん、最初はなんかこうめっちゃこうって、そんなひどいこと言うのみたいなふうに思いましたけど、まさか今ね、今日改めて映像見るとね、うん、はい、これ身振り手振りね、大きいんだなっていう、はい、最近見たの、だ自分がですか、今、うん、自分がこうやってる、喋ってるなってさっきもなんか言ったハンドマジックがどうとか、ハンドマジックさくんのハンドマジックとかって
ここから魔法のビームです。魔法のね、はい、これでね、夜やから言いますけどね、ちょっとこう、テクってね、こう、ね、こうガッてこうやっちゃうんです。まあ、若いしね、うん。まあ、とりあえずね。とりあえず。とりあえず。とりあえず言っておきましょう。いや、でも、身振り手振りでかい方がいいんですか？いいですかね。いいと思いますよ、僕。ジェスチャーは確かに、その、講師やると、うん、こういうふうに喋ったりとかっていうのがあるんで、はい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 、みんなもやってるんですけど、うん、やっぱ欧米は特にあるらしいです。あ、言葉が結構ベタなんで、やっぱ身振りでガバっていうの。なんか適当に今まで喋ることしかできんから、でもやっぱ講師なんてしっかり喋るといけないでしょ？ってなったら、やっぱり、ジェスチャーでこう、うん、カバーしちゃうっていう癖でしょうね。ああ、そっか。なるほどね。うん、そういう癖になってるみたいな。こうやって画面で見ると、うっとしい手やな、思うて。多分あれなんですけど。うん、自分で思ってて。自分で思うんですよ。いや、でも、すごい出てる。いいじゃないですか、別に。うん、僕は。こういうところが、オーラ的にダメっていう人がいるんですよ。あ、なるほど。こういうのが生理的に無理っていう。あかん人もいるか。それは、そういう割ではそうか。なので、そう思うのも確かなのかなと。魔法の手。じゃあもうそういうとこ受け入れられないのかも。でもこれが俺のキャラなんで。そうです。まあ仕方ないのかなと思いつつ。いや、もういいっすよ、全然。最近はね、あんまり気にしなくなった、うん。最近言われましたね。そういうオーラって言われて。うん、あと思って。だからそれがあかんとか別に。ないっすよ、ね。そんなんで、そんなんであかんって言うなよって思います。まあ、あの、ね。苦手かどうかっていう話ですね。まあまあまあ、そうか。単なるね。それはまああるかな。うん。うん、なんでしょうね。なんか、そっか。うん、そんなのは全然触れへんな、何にも僕は。むしろ楽しいっていうか、おもろいっていうか。まあ、うん、引き込まれる。ほら、引き込まれる。引き込まれますか。だそう、自分に合う人ね。書き寄せましたね。書き寄せて。来てください。リアルでさっくんに会ったら一言目にすいませんって言いそうです。すいません。ああ、ペコリと。何もしてないのに謝っちゃうみたいな。あ、よく言われますよ。よく言われるね。何もしないよって。めっちゃいい人ですよ、ほんまに。いい人なんですかね。いや、いい人ですよ。本当になりたい。多分なりたい。こういうオーラが欲しい。いやいやいや、僕だって、うん、人にね、料理パーッと作って振る舞ったりできないですから、やっぱそういうとこすごいなって思うんですよ。そうですかね、実はめっちゃ気使わはるっていうかね、気使うっていうか、気使えるかな、すごいなと思う、ほんまに繊細っていうかね、多分ね、それは自分が散々な目にあったので、うん、ちょっとこうされたことはあんまりしたくないんですよね。あ、だから散々な目はにはあったね。そう、やっぱり知らず知らず人間であるじゃないですか、うん、どぎついことみんなするでしょ、はいはい、だからそういうのが嫌で、うん、なんかね、そういうのをきっかけで、いろいろしたくはなりますね。できること。で、だからさっきも言ったんですけど、人のためになくなったことがないんですよ。全然。だからこそ、なんかできることっていうのは、やっぱり料理作ったりとか、茶を入れたりとか、そういうところかなっていう。出してくれるお茶もね、おしゃれなんですよ。白桃ウーロンと、白桃ウーロン茶。あとはね、デカフェマスカットとかね。まあいっぱいありますよ。俺が単に好きなやつなんですよ。おしゃれなんですよね。アールグレイだけでもね、16種類あるんですよ。すごすぎやね。紅茶好きですからね。なんかね、音がおしゃれやしね。あんま飲みすぎるとね、いいポカってなりますけどね。ポカ好きですよ、紅茶は。そういうところがね、なんか素晴らしいなというか、僕にないところだなと思いますね。あ、実はそういうところが結構乱雑なんでね、僕は。見えないですけどね。いや、そうっすか。いや、もう結構乱雑って。ほんま水飲んどきぐらいの勢いで、普通に言ってもうたりすることあるし、あ、水出すことあるし、普通に。僕も水飲んで、水飲みながら水出すみたいな。なるほど。ことあるし。いや、まあ、相当気心しげてなかったらそこまでしないですけど。水ね。水出しますからね。お客様に水は出せないっていう、俺の中では。もう飲食店もやってるよね。やっぱりね、水はもちろん出てきますけど、熱いもんなんで。はいはいはい、ただ、水もこだわって出すんですよ。あ、まず、水道水を飲ますぐらいだったら、ちゃんとミネラルウォーターで入れて、もっと高いね、水、はいはい、何万もするのに水を。何万、これがほんまの水の味やねんでっていうのを、ちょっと知って帰ってほしくなるっていう。サービス精神。どうでもいいところなんですけど、うん、俺はやっぱり、普通の水、水道水ガーって出して出てきたら、はい、何やこのまずい水、こんなとこ、ここ出すんかって思って、カチッとしちゃうんで。俺はやっぱそういうのしたくないっていう。
うまい水飲んで帰ってよっていうのはあるんですよ。そうね、なんかサービス精神とか、なんでしょうね、それ。なんかね、自分がされたくないことはしないっていう。なんだかんだで2時間半、そうですね。2時間半。うん、まあ、ぼちぼちじゃあ。そうですね。ね、ぼちぼち。またの機会で。またの機会ですかね。次は、もしかしたら年明けぐらいとかでも。そうですね。もう10月ですね、なんだかんだ言って。スタジオね、もう移転するんで。ああ、そうですね。またその時の記念にでも。うん、あ、それは。1号になってくるように。実はユーストをここでやって初めてなんですよ。おぉ。1号なんですけど。あ、それはぜひ。2014年1号になってくる。じゃあ、ぜひ。ああ 移転後っていうか移住後も頑張っていきますよ、ね、一番にさ、僕を一番にしてください、初めてにしてください、あなたの初めてにしてくださいみたいな、はい、一号店ですね、はい、と、はい、いうわけで、はい、いいね、そんなわけでね、非常にたくさん喋りましたけど、はい、楽しんでもらえてたら幸いでございます、はいはい、じゃあそんなわけで出張ユースケリーム、どうなることかと思いましたけども、うん、まあ、無事に終わることができました、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、ではまた、まだですね、お会いしましょう。本当、ありがとうございました。さよなら。これがね、多分、こっちにちょっとだけ追いつくぐらいに、あ、こう手振り出したら切るぐらいにするといいんですよ。もう OK ですかね。OK。